皆さんこんばんは。こんばんは。今回がこの地球維持計画の展示を企画している関野義晴です。今日はのゲストは石崎健二さんです。紛争解決やと言ってるんですが、本人はトランペッター。40過ぎてからですか、トランペット。46ですか。46から始めて、今本当にプロとして、吉祥寺とか高円寺で、演奏しています。で今日はですね、その紛争解決屋として何をやってきたかなんですけども、30分は石崎さんにお話をしていただきます。で一番こうアップトゥーデートな、話題だと思いますけども、昨年9月に、ソウルで太平洋陸軍参謀会議というアメリカの、参謀長官も来たんですが、に招待されて石崎さんが、そこで米朝開戦のストレアで、まあ、ソウルで考えたことを、およそ30分近く話していただいて、その後2人で、僕は聞くという形で彼、石崎さんの足跡です。きっかけはボンベイ、インドに留学して、貧民街スラムの、住民の支援のところから始まって、でアフリカシエラレオネに、行って、その後アフリカずっと長かったんですか。で、その後、東シモン、それからまた、シエラレオネ、それからアフガニスタン、で、多分また元に戻る最初のトピックと重なると思いますけども、中国との対応とか北朝鮮との対応、あとは今一番問題なのは要するに、見えない敵というか、まともな敵とまともじゃない敵という言葉を石崎さんに使うんですけども、まともな敵って分かりますよね、テロです。でそれに対して北朝鮮はまだまともな敵なんですよね。で、まあ、国連に入ってるし、で私たちはこれからオリンピックも変えてまともじゃない敵と、特に私たちは原発に囲まれています。それを襲われたらどうするんだろうかっていう、北朝鮮 の、 あのミサイル秋田沖に来てますよね。あれ伸ばすと、三沢基地と6カ所に行きますよね。ですから、あれ考えてやってるんですか。わかんないですけど、早速ソウルで考えて話していただきたい。はい、30分ぐらい話します。ソウルで考えたことなんですけれども、実は生まれて初めて韓国行きまして、で知識としてはいわゆる板門店38度線のところにあるということですが、そこまで行ってきたんですが、別に観光旅行で行けますから行くことは大したことないんですけど、まあ、一体何を考えたかってことなんですね。で知識としては知ってましたが、やっぱり行くと行かないとでは全然違う。特に国連の人間、元国連の人間としてはそこを訪れることってのは、そこが今の問題定義なんですけどもね。でソウルで何で行ったかというと、自費ではなくて、僕は大体出不精の方なんで、あんま仕事じゃなきゃ家出ないタイプなんで、アメリカ 陸軍ですね、ここが大事です。陸軍、陸海空と普通軍隊ありますけど、そのうちの陸軍ですね。でアメリカ陸軍ではなぜ僕を呼ぶかというと、一番最後のアフガニスタンで、実は僕は小泉政権の時に政府代表として、ブッシュ政権に協力せよと、占領政策、タリバンをやっつけた後のアメリカの占領政策に協力して、その時の多分軍人というのは政治家と違いますから、いわゆるインスティテューショナルメモリーっていってやっぱり官僚ですから、かなり半永久的にその、知識とか知見とか残るんですよね。でそれで、一応僕がやったことは評価されてるみたいで、イラクの時もそうでしたけども、頻繁にいろんな紹介とかアドバイスを覚えてくれるってことがあったんですね。で、それで、太平洋
陸軍参謀総長会議という32カ国の陸軍のトップだけが呼ばれるアメリカ陸軍が2年に1回、開催している会議に、招待されて、そこでそういう32カ国の32人の陸軍参謀総長に、講義というかレクチャーをして意見交換したわけであります。これがその様子であります。まあ、有名なバンキムンがいますけど、その横にあるのは、まあ在韓米軍の総司令官であります。で、僕が呼んだのは彼の上です。ロバート・ブラウン太平洋地区、アメリカ陸軍の参謀総長であります。で、僕がこんな同じパーカーして下の方に来たんですけど、まあ、こういう会議であります。PACC って言います。X って言われるのは10回目、2年に1回開かれています。これ PACC っていうのはパシフィックアーミーズチーフコンファレンスという参謀総長会議ですね。はいはい、こんな感じですね。で、まあ、これがその会議のあれですけど、もちろん日本からも陸上自衛隊のいわゆる幕僚総長、幕僚長が呼ばれて、で32カ国の国旗が立ってますけども、まあ、イギリス、フランス、同盟最重要の国プラス実は東ティモールの、まあ、僕が当時はまだゲリラだったんですけども、今東ティモールという21世紀最初の独立国のちっちゃな国ですけど、ちゃんと陸軍を持つまでになりまして、その陸軍参謀総長が来ておりました。面識があったので、もう思わず抱き合っちゃいましたけど、独立期に関わったんですね。で、ここに中国 も呼ばれております。で、唯一呼ばれてない国があります。それは北朝鮮ですね。これ大丈夫ですか？大丈夫ですか？これで、北朝鮮のことを、まあ、念頭に置いた会議なわけです。で、去年の9月とちょうどトランプさんが、ね、米朝開戦だみたいな話で、で、それ言ってて日本のメディアがギャン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 、いつ戦争始まるって言ったんですけど、当のアメリカ軍のシノブと我々は38度線から30キロしか離れてないですよ、ソウルって。そこでこういう会議やったんですだから戦争起こるはずがないと思ったんですよ、ね、本当に日本のメディアは本当は一番おかしいです。これは多分日本の問題だと思うんですけど、で、何をやったかというと、つまり占領統治の話なんですね。で、戦争っていうのは今どんな勇ましい日本のその軍事評論家なんかもなんかロケット攻撃して奪取作戦だの、特殊部隊を投入するだの、金正恩の首をはねるだの、あんなこと言ってますけれども、それは戦争の本当の一部なんですね。戦争ってのはそこから戦争なんです。つまり敵政権を倒した後どうやって統治するかが問題なんです。特に日本人は分からないと思います。天皇陛下が負けを認めて自ら武装解除せよって言って整然と武装解除したわけですから、特に上をもしあの時に天皇陛下を殺しちゃったらどうなってたかってことです。で、アメリカはこの後全ての占領政策に失敗してます。敵政権を倒しちゃってるんだね。ニクソンがあって、ね、そっからが大変なんです、ね、そっからアフガニスタン、イラク見てください、どうなりましたか、ね、つまり命令されて武装解除するんです命令させなきゃいけないんです、敵の命令、指揮命令系統に、ね、で、それを崩してしまうと誰がそれをやるかって話です。まとまるわけがないです、それ、ね、で、それは強権時代にいろんなことやってますから、その復讐を恐れて絶対武装解除しない、もしくは思想的にそれを受け入れないという人たちがいるでしょ、負けろ、そういう人たちがどんどん分派して武器は吐いて捨てることがありますから、ゲリラ化します。そうするとここからいわゆる非対称戦が始まるんです。政権を倒したけれども、もう政権の一部ではない人たちが勝手に武装して、いわゆる占領軍に歯向かうということをするわけであります、ですね。
でこれがずっと続いているのが今アフガニスタンです。2001年からですよ。何年経ちました？16年以上です。こんな長い戦争アメリカ合衆国は戦ったことないんですよ。アメリカ建国史上こういう感覚が分かってないです。日本のどんな安全保障専門家も、つまり占領統治をやって初めて戦争、一つの政策としての戦争が勝ったと言えるんですね。で僕に課せられた あれとはそのリアリティを語ってほしいと。そのアフガニスタンはそれ嫌っていうことで経験しましたので、その失敗を語ってほしいということがあったんですね。なんで陸軍がアメリカ陸軍が失敗を語ってほしかったのか、それも同盟国の人間に対して、ここが問題なんです。アメリカは一枚岩ではありません。ご存知のように国防省、今大統領が言ってることと国務省が言ってることと、国防総省が言ってることは全然違います。で一つの軍隊の中でも陸海軍それぞれ違います、言ってることが。空軍なんてのは爆弾基地飛び立って爆弾落として帰ってくれるんです。でも敵倒してから占領統治という一番泥臭い危険のある仕事をするのは陸軍なわけです。その陸軍がこれ招集しているわけです。だから2つの意味が読み取れます。ここからそれはこの時期に、その38度線からこんな近いところで、それも太平洋全体の多国籍軍のトップを集めて会議をするということは、一つは金正恩に対する恣意行為です。つまりお前を倒してからもちゃんと国際協力、アメリカだけじゃなくてみんなで占領統治してやるからなという恣意行為ですね。でもう一つはここが重要なんです。僕はそっちの方が強かったと思います。つまりアメリカ陸軍として自らの大統領に占領政策のリスクとコストを考えて戦争の決定をせ、開戦の決定をしようっていう、そういうことです。つまりこれだけ集めて会議しても、これはもし、今200万人以上と言われている北朝鮮軍が整然と武装解除するってことは誰も信じてないです。安全保障のトップはここに来た。じゃあどれだけそれをやったとして、どれだけのコストがかかるのか、それも察しをしております。見合いません。どう考えても見合いません。リスクが多すぎますですね。だからまあそういう、まあ、同じアメリカの中でもう いろいろな意見があるということと、これは多分恣意行為の意味があるということ、いろんな思いが交錯してるはずですね。でもこの会議をこの時期に、この題材で、あの時期にこの開いたことってそれなりの意味があると思っております。はい、これが今観光旅行行けますんで、ここまで中まで入れます。38度線にあるいわゆる反問店の中、この机が向こうの方に旗が立ってますけども、右半分が8側が北朝鮮です。で左側が韓国ってことなんです ね。この中で会議やるんです ね。もう5、6年使われてない、そうです。でこの直後に例の、ね、お腹に海中がいっぱい見かかった北朝鮮兵士が一人脱北したじゃないですか、逃げて撃たれてですね、あの事件が起こったんですけどね。でまた再開されたそうですけど、僕らが行った時まで、でこの場合観光旅行者として僕行ったわけじゃなくて、その32名の陸軍参謀総長たちと行ったんです。この中には左側に映ってましたけど、陸上自衛隊のあれ我が日本の陸軍のトップであります。こうやって窓越しに北朝鮮の兵士はこうやって覗いているわけです。カメラでですね。でよく写真を見てほしいんですけど、何かお気づきになりませんか？一番中央の兵士、写真カメラを持ってますけどね、この前のこの机の向こうにある旗、何でしょうこれ。そうなんです。これ北朝鮮を望んでの丘ですけども、同じ反問店にあるここに、いわゆるここに協力しているアメリカを中心とする韓国もいますけども、多国籍軍のこの記念碑が立っている、その頂点にあるのは何でしょう？国連なんですね。で手前のこれ韓国軍の兵士のここにも国連のマークがついています。ここは国連軍なんです。僕は国連 PKO ので活動した人間ですけども、同じ国連軍なんですね。
こうなってます。ハンブルクのビルの横にはユナイテッド・ネーションズ・コマンド・ミリタリー・アーニスティス・コミッション、つまり休戦、朝鮮休戦、国連軍ですね。朝鮮半島は今休戦状態というのがありますね。休戦状態というのは戦争が続いてますけれども一応撃つのをやめてる状態であります。これはアーミスティスっていうです。で、誰と誰が休戦してるか、そこが問題なんですよ。もちろんあっち側は北朝鮮です。で、北朝鮮を支援してるのは当時今でもそうですけども中国です。ソ連も仕方してました、その時ですね。こちら側は誰でしょう。それ敵に向かっている我々は誰なんでしょうと思ってます。それが国連軍なんです。国連軍、これはおかしいです。なぜかというと国連の匂いがしなかったんです、全然。ところが僕は国連の人間ですから、これ国連じゃねえよ。そうなんです。1953年以来安全保障理事会の決議が一つもないです、この国連軍。これは国連軍じゃありません。ご存知のように国連というのは外交、平和のための外交の場です。その国連が今でいう国連憲章第7章強制措置を発動させて PKO なんかそうですね、全世界国連全体としてこの問題に取り組まなきゃならない。 で最後の手段として、武力行使を行う。これが PKO が、まさにその通りですけどね。これは例外中の例外なんです。国連が非常事態を宣言したときにこれを使うわけです。ですからマンデートって言いますけれども、国連が決める個々のミッションのマンデートは6ヶ月が最高だって。パーマネントなものになってほしくないからですね。でそれももしかしたら3ヶ月って区切りもあります。で厳密に早く、とにかく最短距離で終わらせるってことをしなきゃいけない。なぜかというと国連は外交の場なわけなんです、ね。平和のための外交ですから、ね。それが53年からずっと続いたらどういうことですか。その間国連安全保障理事会で何も決議されてないです。何も決議ないです。ですね。ここが問題なんです。で今安全保障理事会で地球の問題を議論して地球一丸として何かやるっていうこういう習慣が国連にできたのがもっと後の話なんですね。53年ですから国連ができたばっかりの時なんです。冷戦が始まった直後ですから、その時は今の国連の慣習ができてなかった。どう考えてもおかしいでしょ。だって国連が休戦してるんですよ。で向こう側に中国がいるんですよ。中国は常任理事国の一つですよ。これから決議やろうとしたら必ず中国は拒否権使います。何も決議できないはずです。でもあるんです、これだけは。当時はまだ国連がユナイテッドネーションズ連合軍の色合いが強かった。それで冷戦が始まったんでこういう風になってしまった。でアメリカが対峙してるんだけど、その時に国連の帽子をかぶっちゃったんです。それが続いてるんです。国連じゃない国連がいるんですですね。で北朝鮮の身にもなっていただきたいですね。実際北朝鮮は文句言ってるんですね。これ1997年にいくらなんでもこれひどいじゃないか。だって何千キロも離れた、1万キロ離れてますからね。どっからアメリカが来てるんですよ、朝鮮半島に。だから北朝鮮が喧嘩してるのは韓国じゃないんです、アメリカなんです。韓国軍ってのはアメリカの指揮下なんです。そのアメリカは国連軍を守ってるんです。これおかしいじゃんって言って文句言ったんです。その時のブトロス・ガリ当時の国連事務総長が、北朝鮮の外相に宛てたこの親書、これは国連のホームページで読めます。国連総会の決議が入っている、報告書が入っている。朝鮮国連軍、その国連軍ですね、は安保理が安全保障理事会がその派遣が及ぶ下部組織として発動されたものではなく、1953年以降ですか、以前ですか、それがアメリカ合衆国の責任の下に置かれることを条件に単にその創設を奨励しただけのものであると。53年って当時ですね。であるから朝鮮国連軍の解消は安全保障理事会を含む国連のいかなる組織の責任であるか、全てはアメリカ合衆国の立存で行われるべきであると。国連はサジ投げてるんですから。でも国連を、北朝鮮はこれ面白くないですよ。
で何1万キロ以上も離れたところからアメリカがやってきて、それで居座って北朝鮮と対峙してるわけですでしょ。それもアメリカは国連の保障を持ってるわけです。こんなおかしいことはない。なぜ北朝鮮が ICBM ミサイル核兵器が必要か、アメリカがいるからです。北朝鮮と喧嘩するだったら通常兵器で殺し合えばいいわけですでしょ。通常兵器でやればいいんです。普通のミサイル届きますし、ソウルぐらいはでしょ。なぜ核開発しなきゃいけないというと、アメリカがいるからです。そのアメリカが国連の防衛をかけてこんなおかしくダメです。文句言うのは当然なんです。でここを直さない限り、いかにどんなに圧力かけても北朝鮮がなぜ核開発をするかというと、これが問題なんです。知ってましたか皆さん、これ。韓国の人は結構知らないですよ、自分のことじゃない、これ。で、ここが問題なんです。我々と関係ある問題なんです、これ。実は日米中共で、後でお話になると思いますけど、日米中共で知ってますよね。で、これがものすごく実は異常なんですけれども、はっきり申しますと、我々がアメリカが開戦したら、アメリカと一緒に交戦国にならないという自由はありません。それが日米中共です。我々は交戦国にならない、それ戦争をしている国にならないという自由はないんです。これが日米中共です。後で説明しますね。で、これと連動するように、国連軍地位協定、もう一つ我々地位協定を持ってるんです。これ日本調印してます、これ1964年に。で、横田区域、こんなものは他の国ではありません。我々もそうじゃないですからね。だからトランプ大統領ここ取って、誰にも日本政府の断りもなく入ってきたわけですから、そこで横田基地行ったじゃないですか。横田基地行ったことある人と分かると思うんですけど、アメリカの国旗の横に何が立ってますか。国連機なんです。横田基地は朝鮮国連軍の後方支援部隊の本部です。それプラス横須賀、嘉手納、普天間、計7つですね、7つの在日米軍基地がこの朝鮮国連軍の後方支援基地です。で、この朝鮮国連軍地位協定、日本と結んだ地位協定の第5条2項かな、4項にこうあります。開戦の折には、つまり、米朝開戦の折には、折にはどうなるか、日米安全保障条約に基づいて、日本にある100以上の全ての在日米軍基地はこの朝鮮国連軍の使用を許されております。つまりアメリカが北朝鮮と開戦すれば我々は自動的に交戦国になるんです。この、朝鮮、国連軍地位協定と日米地位協定は対の関係なんですですね。我々は平和の自由はありません。平和になる、平和をキープする自由はないんです。交戦国にならないという自由はないです。これがあるからです。ですね。で、日米地位協定に関しては、まあ、もちろん朝鮮国連軍地位協定のことについての一章を押さえて書いてありますけれども、これ最近一応ベストセラーになりまして、文言別ですけれども、ぜひ読んでください。清友人君という非常に有能なジャーナリストと一緒に書きました。主権なき平和国家、日本の平和に主権はありません。我々は主権がないんです。これは日本だけです。アメリカを体内に置く同盟国はいくらでもあります。愛戦国であるイタリア、ドイツ、フィリピンなどもそうですね。主権がないのは我々だけです。つまりアメリカを体内に置いても、アメリカに勝手にその基地を使って隣人と戦争させない、当たり前なんです。これ地域協定も持ってますが、そういう全ての国では
主権を回復してます。地位協定の改定というのは日本だけなんですよ、改定しないのは。これを僕は自動抗戦装置って言ってますね。我々に平和には主権がありません。平和かもしれませんけども、それには主権がないんです。はい、ということでおしまいですえっと、日米地位協定って内容分かってる人どのぐらいいますそれはないでしょ。じゃあ逆に言うと、主権がないのの国にしてあれだと思った人はどのぐらいいますか。結構ですね。例えば昔僕がびっくりしたのが中米とか中南米は、アメリカの、裏庭だって言われていて、それで、アメリカの支援がなく協力がなければ政権持たない。で例えばチリなんかは世界で初めて民主主義な選挙で社会主義政権ができました。でも、CIA とかが絡んでトルコ業者のストライキとかやって混乱してしまって結局クーデターが起こってしまいます。でそういうふうにアメリカに逆らったら、国は成り立たないっていうのが中南米だったわけですけども、ある時ですねパナマに、アメリカの上院議員が降り立ったんですね。して もちろんイミグレがパスポートを移ったら何パスポート必要なんだって言ったわけですね。要するにもうパナマは自分のパナマ運河もあるし自分の国だと本当に本気で思ってるっていうか、でも考えてみれば日本も同じというか、この前トランプ大統領来たけど多分イメグレ取ってるんですかね。なるほど、取ってないですアメリカ大統領はアメリカでできないですね、そんなことは。アメリカだけ、アメリカ大統領だけじゃなくて、いわゆるご存知のように日本にいるアメリカ人にはいわゆるソファーステータスっていうのがあって、ソファーっていうのはステータスオブフォースアグリーメントって、この地位協定で、これはビザ取る必要ないです。で日本のイミグレを通る必要ないですね。で日本政府に入ったぞって日本、知る権利がないんです、それをソファーステータスって言います。僕の教え子にも一人いたんですけどそれだから言ってみれば属国ですよね。で、なおかつ制空権がないというか、伊沢家の本からでも何回も書いてありますけども、東京横田基地の上は当然だけども、もっと関東から新潟静岡含めてこの辺が全部実は勝手に通れないんですね。アメリカが制空権をアメリカがアメリカ、あれアメリカ、もうこのままでいいじゃないですか。分かるちょっと待って、ちょっと一応待ってじゃあボリュームを低くして、アメリカがだから日航機ジャンボ機が起こった時期、入ってなくても聞こえますか後ろ。はい、聞こえるんだったらね、あ、大丈夫あの時も、入っているよね。なんとかなります。自由に降りられなかったわけですね。で、あの飛行になってしまう、これをなんで右翼が騒がないのかって思うんですけども、本来騒ぐのは右翼のはずなんだけど全然騒がないで、実はですね、この中にはあれないんですか、地位協定の入ってません。で実は、石崎さんの本からと要約したのが新国防論ありましたよね、あれからちょっと取ってみた。勝手にすいません。これ石崎さんが直したんですね。これです、
ちょっとすいません、勝手に聞いちゃいました。これあれこれ出ないんですけどごめん、あ、つなぎの音大丈夫です。つなぎの音、あ、そうか、これ伊勢崎さんが主な部分を、こうまとめたものです。あ、そうですか。あ、なるほど。これどうすればいいんだ。スライドショーこれか、これでこう最初から、はい、あれ消えちゃった。はい、これです。合衆国の文法に服する全てのものに対して、また米軍基地内において、合衆国の法令の全ての刑事及び懲戒の、裁判権を日本国において行使する権利を有する。ですから裁判権は全部アメリカにあるという。合衆国軍隊が第一的裁判権を持つ。米軍の文法に服するものには日本で罪にならない犯罪でも米国の法令で犯罪とするなら米軍が専属的裁判権を行使する権利を有する。沖縄の、大学に、アメリカ軍の飛行機が墜落しましたよね。で、あの時は誰か女子高生ですか、怪我した、沖縄怪我したんですよね。それに対して日本の警察は力攻めをしてなかった、できなかったんですね。で、日本国法令ではなく合衆国法令やアメリカ軍軍法その他が適用される。裁判権が競合する場合でも、公務執行中の作為または不作為から生ずる場合は合衆国軍隊の構成員または軍属に対して米軍が第一的裁判権を有する、ということになっていて、こんなのはさっき言ったようにこの日本だけ。僕びっくりしたのはアフガニスタン、あのまだ、ちゃんと治安が回復してないあそこでも、要するに例えば飛行どっか、カブールからどっか行って戻ってアメリカ軍が来るとしたらどういう手続きが必要なんですか。勝手に飛べないですよね。勝手に飛べないです。飛行許可、年次計画がまず必要なんですよ、訓練に。でもちろんタリバンが攻撃した時非常時になったらそれ別ですよ、ね、いわゆるアフガンみたいな戦争中でも平時はあります。平時と戦争ってありますからね。でそれは全て例えば空地面がアフガニスタンは海ないですけどね、それは全てアフガニスタンの主権のもとに管理されるということが地位協定上明確に書いてありますから、主権という言葉がいくらでも出てくるんです。何回も日米地位協定は出てきません、ね、そういうことが、ね、ですね。これちょっと古いんで、この本もかなり古いんでちょっとあれなんですけど、ですね、多分知っていただきたいのはこの文面をですね、アメリカ合衆国を日本、アメリカ合衆国の軍隊を自衛隊に置き換えて日本国においてみたいなものをジブチという国に置き換えると、実はこれと同じことを日本は北アフリカのちっちゃな国のジブチってところで実はやってるんです。自衛隊はご存知のようにジブチという国に、民主党が政権を取る前、駆け込みでこれを決めて民主党政権の時の最初から終わりまでこの日ジブチ地位協定を運営して今日までになります。で今もうすでに、陸上自衛隊の基地、これはもう半永久的な軍事基地になっております。これは今まで、累計で100億円ぐらいも決定が使われていて今でも注意しています。つまり今日米地位協定のことを文句言ってますけれども、全くこれと同じ
ものを我々は加害者側としてジブチというちっちゃな平和な国に持ってるってことをお知らせください。これは民主党政権の時にやってます、ですね。でそれに対して誰も批判しなかったんです、僕以外は。ね、どっちの顔を向いて我々やってるのかっていうことなんですね。我々あの日米地位協定の被害地位協定の被害者側の立場であったのに加害者側になって、で自衛隊のヘリコプターだと落ちますよ、この間落ちたようにあれで住民巻き込んで何十人殺したらどうなりますか。それを裁く法律は日本持ってますか。これには軍法って書いてあります。つまり公務中アメリカ軍がしでかしたことは軍法によって裁かれるとちゃんと書いてあります。これ全部名前を置き換えてもそのアメリカの軍法にあたる法律を日本持ってないです。じゃあ自衛隊がジブチで何か犯罪を犯した場合裁く法律がないと。ありません。なのに地域を手結んだんです。だから僕は怒ったんです、当時の民主党政権に。あのいわゆる僕も一応護憲派リベラルの安倍政権とは対立してますから、僕は、ね、いっぱいいます、友人がね。誰も聞いてくれなかった、憲法の話になっちゃうからっていうことでね。で護憲派の政党と護憲派の議論が国会議員が自ら憲法の話を政局にできない、つまりなぜ自衛隊に軍法がないかというと軍隊じゃないから、軍隊なのに軍隊じゃないかっていうふうに憲法上の制約を持って、だったら出さなきゃいいじゃないかと思うんですけど、出しちゃったわけです。それを地域を食べるんですよね。でこの問題があるからダメだよって言ったのにダメだったんですね。でなぜ引くんだって話になっちゃうじゃないですか。そうすると憲法、じゃあジブチでの国際協力はどうなるのかみたいな話になっちゃうんで、ね、でここが問題なんですね。で今非常に我々は非人道的なことをしています。地域協定上の加害者側としてですね。で地域協定のことをちょっとお話ししましょうか。あのね、異国の軍が国内にいるってことは異常事態なんです。皆さんよくこれを言わなとして、我々は戦後ずっとアメリカ軍いますから、今でもそのほとんどが沖縄行っちゃってますし、横田空域なんか見えませんしお空だから感覚なくなってますけれども、僕が育った立川基地なんか一応返還されましたから ね。でも異国の軍はいちゃいけないんです。これ異常事態なんです。これでも何らかの理由でアメリカ軍がいる、じゃあその軍事組織が軍隊が事故を起こした時にどうするか。例えばアメリカ人の外国旅行者が日本人を殺してしまったら、どの法律でどの警察が捕まえてどの法律で裁きますか。日本の法律でしょ、外国人でも。こういうのを属地主義って言います。この属地主義、その属する地面が属するところの法律で、外国人であると国籍に、それ日本人だったら日本人が犯罪を犯したら日本で裁かれるのが当たり前かもしれませんが、外国人でも日本で犯罪を犯したら日本の法律で裁くんです。これどこでもそうなんです。これを基本に国際関係がないと言います。これを属地主義って言います。属地主義でも例外があります。例外は外交特権です。よく言うでしょ、外交特権って。だから外交ナンバーがついた乗用車が日本人をはねても日本には裁判権ないんですね。これっておかしいでしょ。でもしかし同じ特権を日本も得てるわけです。アメリカに赴任している日本の外交官は同じ特権をもらう、ね、でこういうのを互恵制って言います。お互いに権利を認め合う、ね、これは外交官だから許されるわけです。僕も外国人でした。僕も特別のパスポートを持ってました。ですね、国連署名もそうですよ。レセパセという、ね、特別なもらうんですね。これはだから現地の法律、我々赴任して働くの現地の法律は我々は裁けない、ね。
それが我々が事件を起こした家族にしてみればちょっと不利かなと思いますけど、それは不利じゃなくてお互いに認めてる。でこれを軍隊の場合どうするかって話なんですね。それを決めるのが地位協定なんです。で外交官が起こす事件と軍事組織が起こす事件で規模が違うでしょ乗ってる車だって全然違うし、ね、だから地位協定が必要なんです。と普通の地位協定っていうのは何らかの理由でアメリカがいるんですけれども、もし起こした場合、事件を起こした場合、公務内公務外っていう区別をするんです。公務内であるんならこれしょうがない、だって過失ですから、故意犯じゃないですから、自分の意思で殺したわけじゃないでしょ、過失ですから、軍事行動の中の過失ですから、だから国がその責任を負う、軍隊が責任を負う、これが軍法です。軍法と普通の刑法の決定的な違いっていうのは、刑法っていうのは僕が犯罪を犯したらこれ僕の責任でしょ、僕が殺した本人だから僕は責任を負わなきゃいけない。ところが兵隊とは違うでしょ、兵隊は命令されて殺してるんです。だから国家の指揮命令系統が起こさなきゃいけない。それはもちろんあの兵隊個人が、責任を負うような事件もありますけど、基本的に国家の命令行動だったことを勘案する仕組みを持つのが軍法と言われてる。軍法です。そこが決定的に違う、ね、だから軍事行動の公務内で起きた事件を扱うのと、総理以外のもの、例えばあの米兵がナイトクラブで騒いで乱痴騒ぎして人を殴ったって、これは自分の責任じゃないですか、ね、だからこれは属地主義、日本にある。で、公務内であれば、過失であればこれはアメリカが裁くという、ね、特に軍法ですよね。こういう考え方が一般的になっております。ですね。でも決定的に、違うのは、日本とその他の国が違うのは互恵性があるかどうかです。フィリピンでもドイツでもイタリアでも日本以上に、あれは日本以上も多いかな今、アメリカも言いますけれども、でもしかしフィリピンがアメリカに駐留した時にもし公務の中でアメリカ人を引き殺してしまったら、それが公務内であればアメリカで起きた事件なのにアメリカに裁判権ないです。同じ権利を認め合うということですね。でこれはなぜ大切かというと、つまりアメリカがすることは相手もできるっていう風な法的な枠組みを作るってことが、平和時においては一番の事故の抑止措置と考えられるわけです。つまり俺がやることは相手もできるんだってことだったら気をつけるでしょね、事故はゼロになりませんよ。でも法制度として考える抑止的な措置としてはこれが一番いいことなんですね。だからそういうふうに今運用が変わってるんです。でそこから取り残されているのが、あの米韓地位協定と日米地位協定なんです。この2つだけです。で、米韓地位協定の場合は韓国と日本が決定的に違うのは、あっちは休戦状態です。まだ戦争状態です。我々は平時なんです。平時、独自主義が基本に考えられるべき平時なんです。でそれにおいて唯一、この互恵性がないという、互恵性というのは裁判権だけじゃありません。基地の使用権、制空権、全てにおいてです。つまり自分がでやることは相手もできるっていうことはどういうことかというと、それが基本だ。どういうことかというと、横田区域みたいなものをアメリカ軍は他の国では作れないんです。だってアメリカ軍がどんなちっちゃな区域でもドイツのために主権を投げ渡すって考えられないです、アメリカが。だからアメリカはしないんです。アフガニスタンに対してもしません、そんなことは。イラクに対しても唯一日本だけなんです。これ平和時における地位協定、アメリカと地位協定を持っている国で、こんな広大な一都八県ですよ。これこの主権を放棄したまま戦後70年間ずっと続いている国は日本なんです。でこういうことは考えることも不謹慎なんです。だって主権国家なんです。主権国家としてアメリカが駐留することを許してるね、ね、いさせてあげてるっていう感じ、この感じですね。これが基本なんですよ、国際関係の。
でなぜ日本の平和に主権がないかっていう、あのこれちょっと、ひどいじゃないかと思いますけど、まさしくそうとね、つまり日本の総理大臣でもアメリカが何を持ち込むか、この横田空気を取ってで基地に何を持ち込むか、どういう訓練をするのか、それを知る権利がないんです。我々他の国は全部許可制です。年次報告、つまり全ての制空権ですね、航空基準法、安全基準法、住宅地には飛ばない、それに従わなきゃいけないです。アメリカ軍はなぜかというといさせてもらってるから、どういう訓練をやるのか、どう使うのか、それは全て許可制なんです。許可が与えなかったらアメリカは何もできない。これが普通なんで、異常じゃ、これが特別扱いじゃなくてそれが普通なんです。 なぜかというとそれが主権国家なんです、外交特権のようにでしょ、ね、ここが大切なんです ね。だからつまり基地の使用権に、主権に対して我々は管理権がないってことはどういうことかというと、アメリカがどう使おうと我々は何も言えない。だから今回でも米朝開戦の時に果たして事後通告があるのかどうかってやきもきしたじゃないですか。あんなことは語ることでさえ不謹慎なんです、国際関係の中で。事後通告、戦争を始める前に冗談じゃありません。イラクでさえ許しませんでした。イラクの在イラク米軍基地で使ってシリアに空爆するときノーっつったんですよ、ダメだって。なぜかというと隣り合うわけでしょ、でイラクは隣ですから。でシリアの IS が起こって朝とか起こって報復しようとしたらアメリカは基地持ってるだけですよ、逃げれるじゃないですか。攻撃を受けるのは、まあ、トルコもらって、トルコも拒否したんですよ。トルコがやられる、イラクがやられるわけです、アメリカの海戦のおかげで。だからノーというのは当たり前なんです。でアメリカはそれに対して逆らえないんです。逆らったらこれ国際関係の常識を覆すことになりますから、それが占領状態のことですから。占領してない主権国家なんですから、できません。日本だけなんです、事後通告をしていただけるのかなっていうことにやきもきして、でそれをメディアもそれを伝えちゃうっていう、まあ、占領状態なんですね、日本は。アメリカのもうそれ以上です。で70年間続いちゃったから、もうこれはもうあの普通になったんです我々。だから占領状態っていうのを暫定的な意味を持つんで、それを占領っていうわけですからね。でそれが普通になっていって、それに対して我々何ももう疑問を抱かない。でもっと悪いのは、これで救助のおかげで70年間平和だと思ってらっしゃる人がいっぱいいるから、ただ批判力を薄めちゃってるんですこれ。それは70年間平和だったかもしれないけど、主権がなかっただけの話です。で今多分戦後初めてアメリカの敵の弾が届く敵が出現したわけです。冷戦時代どうだかって言って、でソ連はあっち側向いてましたからねでしょ、ね、中国っつったって ね、今北朝鮮が初めて日本を狙うぞって言ってきたんですでしょ。だから今びっくり、今戦後初めてこれが始まってるんです。アメリカのが開戦したらどうなるかって、アフガンのムジャヒディンの弾は飛んできませんでしたから、ここまで。ベトナム戦のベトコンの弾はここまで飛んでこない今北朝鮮の弾は優位に飛んでくるっていう。だトランプ大統領が、まあ、選挙中に日本はもっと金出すべきだとか言ってました、ね、あれ本気で言ってたんですかね。だから何も知らないんですかね。いや、ああいう大統領が出たってことは、ある意味幸運だったかもしれません。なぜかというと、日本とは韓国連続して訪問してツイッターで武器いっぱい売ったぜイエイってツイッターで言う大統領が出現しちゃって、だってそれがアメリカずっと本音だったわけですから、なぜ何千キロ離れ、何千万ぐらい離れたところに軍事拠点を置いて必要かというと、やっぱり覇権ですよね。韓国のためにいるのでもありません、日本のためにいるのでもありません。ただならアメリカの覇権を1万キロも離れたところに最大拠点を作るため、そのためですよ、ね、その結果として時間の経過これだけ経っちゃって、あんなちっちゃな国でも核を持つようになっちゃったんです、ね、
その核がなぜ彼らが持つか、あの北朝鮮が持ちたいかというと、アメリカ、アメリカがなかったら持つ必要ないんです、この、うん、で驚いたのは、まあ、日本では大体1人のアメリカ兵のために1700万円の思いやり予算でしたね、はい、ですね。それに対してフィリピンは、うん、フィリピン政府にアメリカが100億円ぐらいですか、家賃払ってるんですよ思いやり予算じゃなくてあのアメリカが家賃として払ってるんですね、フィリピンには。だから全く日本は特別なんですね。だから、どう日本人ぜ、これを言うとね、なんかいろんなとこから、もちろん、ウェブでもまともな人はいますよ ね、でまともじゃないからは何言ってんだみたいな話になるわけですね。で同時にリベラルの方から送るんです、これが不思議と。これですね。で、いわゆる九条の平和っていうのは幻想なんであると、で主権がない平和なんだっていうと結構頭にくるみたいに、だってその通りなんですよ。これ日米地域で国際比較するとそれしか見えてこない、これ異常事態なわけです ね。で申し上げたいのは、地位協定は変わるんです。だって他の国はそうしてきたんです、ね、で事件が起こるたびにやっぱり国民的な不満起こりますね。なんで独自主義じゃないの、アメリカが勝手なことするんだって、どこでも起こるんです。これをずっと経てきてるわけです。ヨーロッパもドイツもイタリアもですね。で国民運動が起こってアメリカ軍が入れなくなっちゃうっていうケースが、イラクなんか一回追い出されたじゃないですか。いや、フィリピンも一回出ました。出ましたね。一回出ましたね。でフィリピンが自分の意思で、入れ戻したんですよ、必要だからということですね。ね、でアメリカも痛いしみたいな。その時でもフィリピンがやったのはやっぱり主権のもと、新しくまた地域を変えて主権が至るところに出てきて全部許可制です。で何を特に特別な条項である、核兵器は絶対持ち込まないみたいな、それが地域協定に書いてあるんですよ。でフィリピンは、さっき言いましたように互恵性があります。フィリピンがアメリカに駐留しても同じ権利がある。だからいわゆる抑止力が働いているわけですよね。で注意深く聞いてほしいんですけど、よく永世中立国になりゃいいじゃないかというようなことをよく言う人がいるんですけど、中立って意味分かってますか中立って、僕中立って言って中立になるんじゃないです、それじゃないですよ。中立ってのはものすごい大変なんですよ。分かるじゃん、国際赤十字とか、それとかメディシンサンフロンティアとかね、戦争の現場でどうやって命がけで中立を誇示して命がけでいるって、それだけ大変なことは、中立をアピールしてそれを実行するっていうのはですね、国際関係でまさくすると思います。つまり周りで戦争している時にその戦争から中立であるための国際法の要件、条件があるんです。ちゃんと条件がこれ国際法になってるんですよ。中立国になるための条件です。簡単に言いますと3つです。使わせない、つまり空の地べたの交戦国に絶対使わせない、まあアメリカですね。ね、通貨もさせない、空も使っちゃいけない、ね、お金を出さない、これ全てやってるでしょ僕ら国際法的に中立ってあるわけがないですから中米では一国ありましたけどね、コスタリカでもちょっと違うんですよ、やっぱりね。ニカラグア内戦で、コスタリカに、今違います。今変わっちゃったんです。米軍入っちゃった。入ってます。要するに1回はコントラって、ソモサって大統領を、まあ一家でほとんどの土地を支配してたんです。それにサンディニスタが革命を起こして。それで、ところがやっぱりアメリカは独裁者がいた方が中南米ではいいので、ソモサの残党を支援してコントラって言ってたんですけども、うん、それでコスタリカ隣国なの、隣の国なので基地を、使わせてくれって言ったら、一応そのアリアスって大統領はノーって言ったんですね、うん、で何が起こったかって経済封鎖です ね、要するにコスタリカ政府に対して。でやっぱり外交で、それあれで
いろんなニカラグアの内戦をなんか平和会議やったりしていろいろやったのでノーベル平和賞もらったんで、ね、うんうん、あれは大統領は、うん、外交って選挙で点にならないわけで、うん、経済的ボロボロになって次の大統領選が落ちてるんです。そうですね。僕はコスタリカにある国連平和大学ってところで客員やってるんですけど、平和の代名詞の国です、はい、コスタリカはですね。で国連総会 にマンデートを受けた平和を研究する大学、ね、そこで客員やってて、コスタリカ大変面白い国ですけれども、やっぱり現実的に見る必要がありますよね。で今いわゆるドラッグウォーっていう形で新しい形のウォーが始まるちゃって、やはりアメリカの特殊部隊を含めていわゆるコントラクター、いわゆる訓練するですね、それも入れちゃってますから。で常備軍はありますけれども民衆軍はあります、ね、陸海空のちっちゃなコアとなる部隊があって、有事の時には招集されるわけですね。重火器は少し持つようになった。あれを今の映画で重火器と呼ぶと、日本に比べたら可愛いもんですけれども、はい、でも東諸島から見たら、重火器です、ねね、でつまり国際法が戦力と見なすものは持ってます、持ってます。それを常備軍っていうことは、これ本当に言葉にね、いわゆるミスリーディングとかなんですが、でももう一つ注目しなきゃいけないのは、いわゆる軍法って呼ぶからおかしいんですね。つまり軍事国家が命令、国家の命令行動で国家が武力行使を行う、それは警察であっても広域暴力団であっても民衆から招集された義勇軍であっても常備軍であっても、でも同じなんです、ね、それが国際法で定めるいわゆる戦争犯罪、ウォークライムを犯したときに、これ国際人道法で定めてあるんですね。それをどうする、まあ世界には強制力のある国連法廷っていうのはまだないですから、ね、でもしかし何が戦争犯罪かってことを合意して決める、これは国際法の仕事でしょ、ね、それを批准して国内法をそれに対応させる、その能力を国家主権で、でそれは戦争犯罪とも同じで、戦争犯罪を裁く一義的な責任というのは各国家にあるんです。で自らが犯した戦争犯罪、国際法で定める戦争犯罪を裁ける能力を主権というんです。国際関係論からこれを主権というんです。主権というのは別に憲法があるからどうかって、そんなことはどうでもいいんです。国際関係の中では国際法で定める違反行為をしたときに一時的にそれをその国家が査定して懲罰を与える能力がある、これを主権というわけですね。この主権、この体制を国際でちゃんと持ってます。領権も含めて最高権ですね。もし誰でもいいコスタリカ人が国家の命令行動の中で戦争犯罪を犯したときには、ちゃんと法の整備があるわけです。そこを多分ここは国際から見るべきなんですね。日本が一番参考しなきゃいけない、はい、それでまた多分ここに戻ると思うんですけども、まずインドに留学して、その話がこう元に若い頃に戻って、なぜこんな紛争解決者になったのかという話をまあ、スラム街の住民支援ということだったんですけども、何を感じて何を始めたんですか。全然若気に出て言っちゃった話、言っただけの話ですから、元建築家だったんで、とにかくスラム街っていうものに憧れちゃいまして、中に入ってみたいみたいなそれで当時は社会主義バリバリのインド、まだね、国民会議派とか、まあ、インディラ・ガンディが首相やってた時ですからね。70年80年、そうですね、70年後半から80年ですね。で僕がいた時に暗殺されましたけどね。でもともとはそういうことだったんですね。それで、まあ、当時はインドっていうのは留学かヒッピーになるしか行けなかったで僕は長期間いたかったんで、留学国費留学行ったんで、それで所属した大学院のコースが行動社改革、いわゆる
マニアの大学で 理科系の大学だったけど、向こうでは、はい、報道社会部。あ、そうですか。あの パウル・フィエリエとか聞いたことあるでしょ。あの、非抑圧者の教育学とか つまり抑圧されてる人たちっていうのは社会の底辺の人たちですから、あの教育もないし、例えばあの憲法上憲法で保障されてる権利も知らないんですね。ね、でその無知を権力が逆手に取っちゃって、その抑圧の構造が育ってすごい。なおかつ団結もできない、みんな忙しいからですね。で政党というのはそれを分断しますから、ね、キリスト教だイスラム教だみたいな、感じですね。だからあの抑圧者のパウル・フィレリエ、あの南米のあれ解放の神学、あれですけれども、それとか あの最近またあのティーパーティーというアメリカの現象で、またあのリバイバルして、あのヒラリー・クリントンが学士論文を書いたという、あのソーラー・リンスキー公民権運動 あの理論的な支柱になったんですね。でそういう例があるんですよ。あのいわゆる住民扇動学っていうやつオルグするんで、ね、それをインドで道し訓練を受けて、つまり危ない人なんですけどそれを当時のね、あのボンベイと言われてた、今ものすごい、ね、都市ですけども、その中で、アジア最大のスラムと言われたダラビというところで、あの実践して住み込んで、だからプロのオルガナイザーとして給料もらって、そこで4年間やってたですね。何年ぐらいやってたの？4年間で、まあ最終的に外国人がオルグスってことは、こいつの金は一体どっから出てたって話になるでしょ。CIA じゃねえかみたいな案の定、あの最後はあのインドの公安に捕まって国会大会してっていうことは、今もうインド入れないんですか？この間入りました。あのなんか、あのヒンディー語を喋ること全部隠して、あのアフガニスタンとそのとかで、その実績が買われて、あのなんと日本の東大にあたるデリー大学に客員教授として呼ばれました。そうです、ね、でもちろんあの過去のあの賢人鈴木っていうのは日本では非常にあのよかった名前だって嘘で、あのスマイルランドの本を書いた高野秀之っていうあの後輩がいるんですけども、彼は中国からミャンマーに密入国したんですよ。そのままミャンマーからインドに密入国して、それで捕まっちゃったんです。ミャンマーから行けば、あ、そうかそうか、そうすると終身刑に当たるんですよね、あのインドでは密入国って。ですね、あの場所に あそこ非常にやばいところで、インドはこの、東側と西側のカシミール今それに関わってるんですけど、あそこは特別地域、北東部は石油が出るからですよ、ね、それとあと分離独立運動が盛んなんで、あのいわゆる治安法権を持ってもまだ生きてるんですよ。つまり治安当局が令状なし、殺しても何にしても、警察が何にしても軍隊が何にしても罪に問われないっていう植民時代からの法律がまだ運用されている特別な地域ですから、あそこから密入国することは絶対進めません。たぶんラハランドの人たちと一緒に入ってきちゃって、インド入っちゃって、で捕まって、なんか日本大使館の人がなんか一生懸命やってくれて、なんとか国外に退出できたんだけど、もう二度と、やない、あそこやない、だめだめだめ、それでまあそれだったんですね。で4年間来て帰って、それで次アフリカなんですね、はい、これは日本の NGO ではなくてヨーロッパの NGO ですか？はい、ヨーロッパの NGO です。やっぱり規模が違うんですか？あ、給料が全然、あ、給料にあのつられていったんです。あ、ボランティア精神全くないんで。あ、給料が10倍ぐらい違うんですか？まあそんなに違わない。あ、国内料ですね。あの公務員になるよりか全然いいから。あ、そうですか。で福利厚生施設、つまりあの子供は何人いてもあのアメリカンスクールに現地のね通えますし、住居も
って給料がまず非常に良かったです。で最初に行ったのはアフリカシエラレオンが最初ですか。シエラレオンって場所知ってますか？あのただ映画にあの、ブラックダイヤモンドですっていう映画があって、まさにそこに、行かれたんですね、はい、で、最初にやったのは嘘会議じゃなくて、はい、何でした？あの農村開発です。農村開発。あ、農村開発ですか、はい、まあ、内戦前ですか。あ、内戦前ですか、はい、でそこに4年ちょっといたんですけど、3年目から内戦が始まったんです。あ、じゃあ農村開発っていうか農村開発、具体的には何をやったんですか？あ、もうあの国がやることすべてやりましたね。あの国の3分の1の小学校、あと400校ぐらいですけど、僕が作りましたし、小学校もそうですね、職業訓練校で診療所も80ぐらい、これも国の3分の1に当たるもので、農業協同組合、最初のあの国の作ったのが僕ですし、それだいたいヨーロッパの NGO の予算でできたわけですか？そうです、寄付文化がありますからね、はい、ものすごい潤沢な、あの時のね、予算年度、人口400万人の国ですけども、1年間の予算が80億円でした。国家予算80億円。外来の予算で60億円になる。ロッキーで一気じゃないですか？え、ロッキーで一気じゃないですか？そうですね、そうで、そのうちの60億円が債務返済で30億円で回してたなるわけないでしょ。だから、子供の死亡率が一番ダントツの国だったんですね。世界最貧国です。でダイヤモンドの良質のダイヤモンドの産地なんですね。あ、それ全部密輸です。だから儲かる人は儲かるだけの話です。だトリクルダウンで少しか儲かれば少しぐらいの恩恵はいきますけれども、やっぱり裏とか全部もう朽ち果てて、あの公務員の給料が払えない状態で、警察官も送ります、何も払われてないという、兵士も含めてですね。でその中で僕の当時の予算が年間5、6億円あったから、すごいことなんですよね、で、あそこの様子、あ、内戦始まってから、はい、の後藤健二さんってイスラム国に捕まって、はいはい、まあ、殺された人がいます、うん、あの人のが、15年前、うん、もう今15年前、17、18年前ですか、少年兵の話ですね、少年兵の話をドキュメンタリーにして、うん、NHK で放映したんですね、はい、それを2、3年前にあのそのプロデューサーに、うん、プロデューサーはどういう人かというと、あの自分ヤフの問題で、うん、その政府がこうちょっかい出してきて、うん、で NHK 辞めた人なんですけども、うん、同じ人が後藤さんの番組を担当して、うん、シエラレオンの番組をやったんですよ、うん、で、まあ、全体像がよくわかるんですけども、まあ、一部は批判があったんですよね。それ何かというと、その映像を、その資料映像、要するに自分が撮ったんではない映像をさも自分が撮ったように使っちゃったんですね。それは違反行為ですから。あ、でもなんかクレジット入れなかったんですか？入れなかったんですね。それはやばい、やばいですね、だけど、まあ、作品としては、うん、よく、あの要するに少年兵が腕と、まあ、麻薬を入れられて、はい、まあ、洗脳されて、まあ、町に首都に攻め込んでいって、まあ、というかこう、まあ、地雷もそうですけども、地雷っていうのは要するに人を殺すよりも足を吹っ飛ばした方が相手にとって、まあ、重荷になるから殺しちゃいけないわけですね。同じように、まあ、少年兵たちは相手を殺すんじゃ、政府軍のというか町の人間を殺すんじゃなくて、腕とか足とかをこうナタでぶった切った方がダメージは大きいわけで、フォローしなきゃいけませんから、そういうことをやってたわけですよね、うん、でその様子がよくわかる、うん、ドキュメンタリーでしたけど、うんうん、あ、なるほどね。あ、多分僕も一回に、どうだろう、多分あの僕は武装解除部長としていた時だと思うんですよ、ね、あ、そうですか。でなぜあのご存知の国連
ていうのは必ずミッション、現場のミッションには広報部がありますから、あの被写真を出すんですよね。で、場合によっては国連の武装ヘリコプターで現場まで連れて行って視察させることもありますし、そういうこと僕何回もやってるんですよ。で、日本のメディア来なかったんですよ。知らないものですから ね。で、ちゃんと言ってくれれば取らせてあげたらなと思ったんですよ ね。で、東地方にいた時はね、国連で近いから、あの腐ること来たんですけど、でアフリカ来ないで、あの時行っていただければ本当に良かったんですけどね。だから、多分彼が自分で撮った映像っていうのは、首都フリータウンの中の、多分アンプティキャンプじゃないですか、ね、その腕を切られたあの子供たちとか家族が、あのリハビリを受けている、まあ、集落があって、それをいっぱい作ったんですけどね、あのハンディキャップインターナショナルとか、そういう団体です。それを取材されたんじゃないですかね。うん、その同じ時期に郊外では戦争してたんです。まあ内戦中ですから、はい、首都だけは一応国連も見ましたし、政府が一応なんとか政権を維持できる。で、一歩外出ると内戦中で、僕らはそういうところで武装解除してたので、よくメディアも連れてきましたから。あ、じゃあ武装解除はその2度目のシェルレアンじゃあ最初の2度目ですね、はいはい、当時はだってそれが大戦が起こる前ですから。あ、そうです。じゃあ最初の4年間ではまだ内戦状態が始まるか始まらないかという時期。そうです。で、2度目に行った時に武装解除。そうです。それは、国連の派遣です。国連です、はい、東モールから赴任しました。ほんで結構大変だったんですね。少年兵たちとかいろんな武装解除。少年兵は大変っていうか、その何か僕が覚えてましたし、あ、一回行った時だって僕三分の一の小学校作ったの。あ、そうか。その子供たちが誘拐されて。あのね、そこはね、あ、だから、あの、不都合な真実ってあるんですよ。はいはいはい。で、少年兵というのは、今、どこのドキュメンタリーを見ても一応被害者です。はい、つまり、強制的に、少年兵にさせられた、だから大人が悪いっていうかね、はい、それは当たってるんですが、実は当たってないんですね。単にかっこよさで憧れて自分で入ってくるいっぱいいるんですよ、私。そうするとそういう真実って受けないでしょ、ね、結局社会が悪い。それはそうですよ。日本の少年犯罪はまさにそうですよね。でも、あんまり凶悪犯罪に関してはやっぱり日本の量刑、つまりね、これ昔18歳以上以下だったら人殺しても平気だみたいな、そう、ね、刑事責任は14歳ぐらいまで下がってきたじゃないですか。やはり凶悪事件が頻発するのと、で、量刑も下がってくるわけですよね。量刑の考え方と違ってくるわけですよね。で、その延長が内戦なわけですから、少年兵の問題というのは非常に複雑ですね。でも、リハビリのお金ってのは本当に出ないんですよ、国際協力は。で、殺した連中をリハビリさせるんですからね。だからやっぱり、あの募金に都合のいいストーリーをが必要で、やはり子供は圧倒的な被害者なんであるというナラティブが必要な面があります。でも、それは真実ではありません。全く真実ではないです。楽しんでやってたやつもほとんどです、実は。ああ、その襲ってってこうぶった切ってくるっていうことを。そうね、あれは革命だったんですね。はいはい。反乱革命だった。革命なんで。革命はそれなりの建前があるんで、はいはい、で、今おっしゃられることはまさにその建前なんですね。つまり政府に対して革命やってるわけですから、政府を困らせなきゃいけないわけですよね。うん、ね、だったら、殺すよりも、はい、これもね、だからこれらの内容って非常に語りにくいんです。で、非常にその人権とかそういうことを、ね、気にせずに発言させていただくとですよ。だから今のところは差し引いてくださいね。つまり、ハンディキャップにすることは社会の重荷を作ることだと。これ言えないでしょ、なかなか。でも革命軍にとってはこれが流れてるんだったわけです。だから殺すよりもハンディキャップにして重荷にさせるんだっていうね。
双方が政府が虐待するかって、ね、でこれ言えないでしょこれ戦争の理屈だから、ねね、だからこういうのが何そういうことで政府を攻撃するためにそういうナレティブが作られたんですけども実はじゃないですやっぱり楽しんでました切ることを楽しむっていうだそういう実際はっていうの結構多いですよね、はい、カンボジアでも、まあ、地雷がそこら中にあるわけですねそれ要するにムサビの卒業生も卒業したんだけどそこに行って何をして地雷でアートを作るってことをやろうとして行ったんですよ、うん、したらその地雷っていうのはやっぱりハンデキャップを作るのが一番いいということで殺す殺傷能力ないわけですね、うん、で実はそこでその地雷がいっぱい周りに埋め込まれている人たちが何を語ってるかっていうとあんまりその地雷を除去しないでくれなぜか援助が来なくなるから、ね、だからそういうこう不都合な話なんですそういうのばかりですよねだからやっぱりかといってね、そこ不都合の真実を暴露するという気持ちにならないですね。やっぱり支援は絶対必要で、集めにくいですね。支援が集まらないと同じような紛争がまた繰り返されるだけなんで、やはり黙るしかないんですけど、こういうところでしかなかなか話せないことなんですけどね。ね少年は非常につらい思いです。つまりあそこの場合は本当に内戦が始まって、また戻るまでに10年間のキャップがあって、でみんな僕が活動してたら NGO としてちょっとアンセルエリアの拠点になっちゃったんです、ね、で僕のオフィスは本部になってましたから反乱の革命軍の、はい、あそうなんですか設備が良かったん で, で革命軍の方にダイヤモンドのこう産地があったんですかそうですリベリアの国境の方なんですけれども、はい、コノとかボーっていう地名があるんですけど、ねはいでそこをまず狙いましたよ ね, ねでそれを狙わせたのは有名なチャールズ・テイラーリベリア の,、ね、リベリアにはダイヤモンド取れませんの、ねね、でなぜチャールズ・テイラーとそのシエラリオの革命軍の親玉は放電三校って言うんですけどチャールズ・テイラーの方はキリスト教徒です放電三校の方はイスラム教徒なんですねでも彼らはダチなんです、うんね、どこでダチになったかというとリビアのカダフィの革命塾あ革命塾生だったカダフィは本当にね反米列強に対抗するためにアフリカで革命を起こそうとしてましたから当時じゃあそのダイヤモンドはリベリアに回ってそれで海外にですねだからチャールズ・テイラーが今でも収監されてハーグで収監されていて戦争犯罪者でその証人としてファッションモデルのナオミ・キャンベルが証人数年前に立ったでしょでダイヤモンドをプレゼントされたそうかしらみたいな要するにもう内戦で政府軍と革命軍が戦って血みどろのやってる時にこっちでプール付きの家でふんずり返っているでダイヤモンドを儲けている連中がいたわけですよねそうです知られるんで見ましたけどね何でもそうですね、はい、これこうなんかこうまあ一応革命軍もまあ真剣に国をあれ革命軍は社会主義を、ね、目指してたんですかそうですそうですね、そうです革命軍、はい、でも真剣に考えてるわけですね彼らそうです、ええ、いや、覚えてもいいけど、はい、そうです、ねうん、で、それに対して、まあこう別のところで、そこからこうそれを知り目にだそれを言い出すとですね、でダイヤモンドはエンドユーザーっていうか誰が買ってるかって皆さんですからね。これね、うん、
だからシエラレオネの内戦、あのブラッドダイモンドの映画、はいはい、まあね、レオナルド・デカプリオが、ね、非常にいい演技してますけど、傭兵の役ですよね、彼は、ね、で、あれはあの最後は国際会議のシーンで終わってるんですよね、それがあのキンバリープロセス会議で、キンバリープロセスって名のキンバリーっていうところで、宝飾業界のが集まって世界中ので、この紛争ダイヤモンドをどうするかっていう国際会議を開いたんです、うん、そこでキンバリープロセスっていうのは2000年に始まったんですね。ロシア・レオネの内戦の直後、僕らが内戦を終結させて一応、ね、武装解除完了ってことで2000年の初めですかね、内戦終了宣言して、でその年にコフィアナンと僕らがノーベル賞もらって、その年ですよね、キンバリーというところでね。それはキンバリープロセスってのはどういうことかというと、出生証明書のないダイヤの原石とか研磨されたものっていうのは、その出生証明書がエンドユーザー皆さんが買うまでついて回るんです。どこで取れたか、でそれを取れたところのところの政府が発行するもの、ね、それがキンバリープロセス証書って言うんですよ。それはないものは密輸されたものっていうことなので、それがないものを販売しないようにしよう、流通させないようにしよう、で消費者としてはそれを買わないようにしようというのがキンバリープロセスっていうことですね。聞いたことないでしょ、日本だけなんです。これヨーロッパでは今すぐこれ普通です。で2003年はブッシュ政権はこういういわゆる紛争ダイヤモンドのお金がアルカイダ系の方に回ってるっていうことで古代法ちゃんとしまして、キンバリープロセスは古代法に回ってるんですよね。で EU もそれを取り入れてるはずです。で日本と多分韓国だけでしょ、エンドユーザーが全く知らないのは。だから一番無責任な消費者と思います、日本の場合は。でもそのリベリアに直接行ったのかに、その政府軍の方にも回ってダイヤモンド、ダイヤモンド利権は複雑ですね。なんか、まあ、NGO の人もやってます。みんなコンドームに突っ込んで、はい、んで国連職員は 100% 言ってました。あ、そうですか。密輸したらおかしいぐらい。僕はやりませんでした。あ、そうですか。本当にやんなかった。ディフィッドの連中、国会委員長ですよ ね、ジャイカー入ってませんでしたからね。その前には麻生さんが入ってたって話は。あれダイヤモンド男ですやつ。知られるよね。はいはい、だね、日本人はあまり入ってませんけれども、とにかく援助関係者では内戦前からやらないのが不思議。原石1個をヨーロッパに運ぶだけで、僕が知ってるこのちっちゃなものでもう1500ドルくらいになった。ただ運搬だけで飲み込むだけですから。そうじゃん。で、まあ、武装解除して、はい、まあ、こう落ち着いたわけですね。それ気になるのはその少年兵たちのその後ですね、うん、例えばコロンビアでずっと内戦が続いてて、はい、やっと、まあ、ファルクで、まあ、反政府勢力が投降し始めたんですけども、その前に M16 っていうのがいて、それはもう武装解除して出てきたんですが、問題は生まれた時からゲリラしかやってないから、ゲリラしか知らないから武装解除して街に出てきても何もできないわけですね。それで政府は何をしたかというと、小型車をで運転の免許を取らせてタクシーの運転手にしたわけです。だからまあそういう小さい M16 って組織でファルクってもコロンビアの半分アマゾン全部を支配してた人たちが投稿してきたら、まあ、本当に知らないですからね。彼らのとこ行ったら、要するにコロンビア行ったらまずアマゾンに入ると政府の許可がいる、政府の。もう一つ今度は反政府、ファルクの反政府ゲリラの許可もいるんですよね、うんうん、それで入っていくと、まあ、ところどころ彼らの拠点というか村がある、普通のそこで、まあ、お茶でも飲んだけよって言われていくけども、みんな若い
本当にコロンビア人だ、綺麗な女の子もいて、その子たちも男もそうですけど、絶対にお皿洗いに組んでも自動消費は話しませんので、うん、でちょっとなんかサービス精神で、なんかそこの村の人が面白いの見せてやるから行ったんです、うん、何食ってコカインの反仮生成をしている現場ですね、うん、そこを写真は撮るな、うん、撮影するな、でもこういうのやって儲けてんだ、うん、俺たちはっていう、ね、見せてて、その奥に、実はマカレナっていう地域ですけども、うん、サビの研究をしている日本人がいて、でそこに行くんですけども、やっぱゲリラが遊びに行くんですよ、うん、遊びに行くんですけども、で食事をごちそうするんですけどね、ごちそうするんですけども、絶対に泊まってったらっつっても泊まらない、まあ、野営するんですね。で後から面白いのは、やっぱり宿ごちそうしたからっつって食うんですよ、面白いの見せてやるから来いよって。何かって言ったらアナコンダがいるところ連れてってきて、取れっつって、ね、その代わり俺たち取るなって撮っちゃってますけどね撮ってもあまり気にしないっていうか、それで結構要するに非対称の戦いじゃないんですよね、うん、こう、コロンビアの場合はその教科がしっかりしていて、こっからは反政府ゲリラ、こっからは政府の試合っていうから、うん、まあ全然中入っちゃえば、うん、そのまあ、誘拐しようと思えば誘拐できるわけですけども、まあ、平穏なんですね。だから怖かったらむしろペルーの毛沢東派ですね、うんうんうん、はもう街に入り慣れて誰が敵か味方がわからない状態ですね。それに対してコロンビアの場合はっきりしてたので、戦闘があったところでもどっちかのスポークさんにスポークマンに頼めば最前線まで入っていけるわけですね、うんうんうん、そういうところで今投降してつあって、うん、今ベネズエラに逃げてる連中もいるけども、うん、まあ、それでコロンビア大統領はノーベル平和賞を去年か今年もらったんですよね、うんうん、でだから投稿終わってからがその、こうハローワークですよね、うんうん、しなきゃいけないわけですよ、うんうん、だからその少年兵たちがその後、どうなかったかな、ちゃんと、もう一つは足をぶった切った男たちにこうなんか憎まれて、なんか仕返されてんじゃないかとか、うんうん、ちゃんと構成できたのかとか、それはどうなってるんですかね。ですね、シエラレオネの武装解除ってのは一応武装解除史上成功例の一つなんですね。で僕らからすると非常におせっかいなんですけどね、おせっかいな研究者がアメリカに大学にいましてね、追跡しよう、僕らが武装解除した追跡しようとしたんですよ。で目下な状態なんで大体ほとんどが犯罪者になってたり、まず一番つきものが DV ですね、結婚しても家庭崩壊ということで、でリベンジっていうのは、はい、なかなかその後力入れてますから、はい、国連も旧宗主国もですね、なかなか法の支配もしっかりしてね、ある程度のこれ、まあ、いつまで続くか分かりませんよ、これね、でも時間とともに風化していく部分もあるん で問題は、問題はやっぱり武装解除の後どんなに職業訓練してもそれが定着するかどうかって、ところがだからといって失敗だと言われても、実務家としては別にそんなことが約束って大体人の人生なんですよ、自分の子供だってどう育つか分からないこれね、5年も10年も責任持てって言われたってね、これね、そもそも僕は武装解除の最高責任者でしたから、僕はね、そのプログラムを作るときに目標が必要でしょ、別に全員、あの時は総勢6万人、5、6万人なんですけど、全てね、社会構成させて1年前にするとは絶対約束しない、できるわけないですもんね。で、約束したのは武装解除をして、ね、職業訓練6ヶ月間、そのプログラムを作って、
ね、おとなしくさせる時期を作るって、そういう話じゃん。その時間を使ってね、他に投資をして、インフラを投資をして、政府を作んなきゃいけないでしょ。その時は暴れてもらったら困るわけです、やつらに。でしょ。そのやつ潰してるだけの話であって、で、誰もこんなにね、個々の人間をね、構成するなんてことは、約束してない。で、それを持って、10年後の中世人でやって、文句言われても、困るわけです。ですよね。ある意味個人の責任である社会の責任になってくるわけですよ ね、 それね、非常に辛い話なんですよね、これはね。でハルキに関しては、ハルキに埋めた M16 も含めてですね、あそこの民兵組織構造っていうのは複雑ですから、もともと歴史的に見るとまずアメリカが関わってるっていうことと、ね、各領主があって、それが政治家であって、プランテーションを持ってて、その民兵組織みたいなのが もうあるわけですね。だからはるかなんかある意味思想がしっかりしてるかもしれないし ね、あ、それがかなり距離を置いて、なんかちゃんと思想集団を作って、それでもやっぱりあれだけ長期化すると ね、武装して、し続けるってこと、抵抗し続けるってことは一つの利権を、利権になってくる、内部もそうだし、権力構造にもなってくし、そこがあるんですよ ね。あれだけ続いちゃったから、ね、何十年と間に積み重なってきた戦争犯罪と呼べるものですよね。これをどうするかって話で、まあ、一応御社とも成島さん僕らもするわけですよね。で、私はその御社をする戦争犯罪を問わないってことが、果たして未来のその国の社会の法の秩序にどういう影響を与えるかって話を考えなきゃいけないわけです。だから揉めたんですよね。そうですね。だから御社を出した大統領はノーベル平和賞をもらったけども、やっぱり自分たちの息子家族を殺された人間が多いわけですよ。だから復讐できないじゃないですか、はい、だからで裁くってなったら武装解除そもそも応じないし、ね、人権っていうのは非常にそういう概念なんですよね。だから僕は人権を傷つけないように、御社する期間も限定的にして、何でも何でも御社ってわけだから、そのじゃあどうやって期間を限定するのかって、そこもまた問題なんですけれども、でもなるべく短期間にして、なるべく短時間にして、それで、済ます、で乗り越えちゃえばあと時間解決っていうぐらいしか、これ本当に人間的に考えたらとんでもないことなんですけど、ね、でもそれは現実なんですよね。これが平和構築、平和構築は正義の追求ではありません。全く違う現実の問題、現場ですね。で、東シモルでも、まあ、武装解除というか県知事までなったんで、やったんですよ、ね、僕はあの時武装解除がミッションのマネートじゃありませんでした、ね、あれは東シモルの場合は独立前までの暫定政府を樹立して東シモル人に手渡しっていう、そうです。だから県知事として、まあ、アンプリで一応13人の県知事が一応任命されて、はい、日吉丸ってインドネシアの東の方の島の半分が、まあ、独立しようとして、それがカンタチモルって映画見たことある人いますか？一人だけですか？結構いい映画ですね。歌でこう、グスマンでしたっけ、シャノナグスマン、グスマンっていう、まあ、ヒーローですね。彼が、まあ、出身になってインドネシア、まだスハルトから独立したスハルトを追い出したで、そのまま死んでそうですね、その対策もあって、ハビビになって、でメガマルティになって、メガマルティの時に独立したんです。でそのインドネシア軍は、まあ、だって人口2億以上 の、 国ですから、やっぱり強いわけですよ、ね、なんか日本もそっちに加勢したんですよね。特殊部ではそうです、ね、そうです、そういう、こうそれに対してグスマンたちが、独立をしようとするわけですけども、それをずっと追った本当に、映画撮ったことない女の子ですよね、あれ撮影したのは。それが結構ずっと
従軍っていうか、そのグスマンにずっとついて回って作った映画です。結構あれは映画館でやってなくて、あの上映会を今全国でやってるんだと思いますけども、そこで伊佐木の役割は具体的にはどういうものだったんですか。あ、国境地帯、西日本、インドネシアやって、で、あちらにインドネシア軍がいて、で、こちら側に国連平和軍がいて、僕はその統括する役目で、で、信頼情勢を行って、で、あちらはこっち側に銃向けてるし、こっち側はあちらに銃向けてるわけですよね。でそこでその感激を抜かるように、あの併合派民兵、つまり独立反対民兵がまだ活動していて、まあ、インドネシアに、潜んでるわけですよね。で形的に言うとそれを取り締まるのがインドネシア軍の役割なんですけど、やってないみたいな。でこちらに攻めてくる来て、あの僕がいる時でもあの 兵2人失いましたので、はい、僕が興味持ったのはその東シモールが独立して、それで伊佐木さんが考えたのは、その国境線をこうかなり緩衝地帯にして、東シモールを、まあ、軍隊ないにしようとしたんですよね。だって、シャワーが言ってたんだもん、それに。ああ、そうですか。ね、あいつがそう言ってたんですよ、あいつは。大統領になる前にですね。うん、ねあの東シモールは21世紀初の、人類初の、軍隊のない国にしたいと、あそうかと思ったんですよ、ね、だから形もそこで終わっちゃってるんですよ。そうそうそう、だからその後であいつとんでもないやつで、あそうだ全言ひるがえずさ、まあさ、その日本の政治家みたいな文句はいらないけど、でも現場の人間ね、あの葬儀で僕らが現場にいた時っていうのは、ああいうリーダーたちは首都デリーに行って危ないとこ来なかったんですよ。シャラダだけ一回来たから、で、ノーベル賞もらったらラモス・ホルダなんか怖がって来なかったんですよ。で、僕らはそこで死に物狂いで治安維持していて、で、僕らの方に、大体って陸軍の大体って大体あの700名ぐらいなんですけど、国境線こっち側に2大隊あって、あっち側にインドネシアが2大隊あって、ね、で、それが上向き合ってるわけですよね。で、民兵がテロ活動をするっていうね、そうすると僕らも打ち合わなきゃいけないわけですよ。僕らも殺してるんですよ、インドネシア兵士はですね。で、それが全面戦争、全面的なあの国連軍とインドネシア軍と戦争にならないように信頼情勢をして、で、必ず週に2回僕らヘリコプターで国境に飛んでね、であちらの司令官と、こちらの平和軍の司令官と、で、僕は県知事、彼は統括する県知事、あちら側も県知事が来るわけです。信頼情勢をするわけです。で、あの過去1週間発砲事件起きてるね、こっちも死んだよ、この野郎みたいな話になって、でそれを誰が責任持つのかみたいなことをこう話し合って、それじゃエスカレートしないように、この信頼醸成会議っていうですね、僕はこれ必ずやるんです。それをずっとやってきたの。でその中で我々が信じていたのは、とか僕らがインドネシアが伝えてたのは、未来の大統領が東シモールは軍隊のない世界で国にしたい、だから国連はいつか出てくるでしょ、撤退しますからね、はい、で我々が撤退、段階的に撤退するに合わせてインドネシア軍も撤退してね、国境から、そうだ、国境が非軍事化するわけですよ、はい、で必要なのは警察ですよね、それと税関ですよ、それでいいじゃないですか、ヨーロッパみたいな、いい意味だから、それを目指したんですよ。でなぜ我々がそれをやったかというと、シャラがそうしたからなんです。シャーナグスマンは、ね、それが可能だったんですよ。で、あっち側もそうしようねって、インドネシア軍も移動してでかいから、別にね、大部隊はそこに貼り付けてる必要ないし、で、我々が出てくるでは、1大隊出れば、あっちの1大隊出だして、で、2大隊目こっちが抜ければ、あっちも絶対0-0になる。で、国境をちゃんと決済で、税関でやりましょう。そういうシナリオが全部合意させたんです。でところがあいつは、まあ、オーストラリアと、これはあの旧宗主国のポルトガルが言われるんですけど、やっぱ将来の資源のことを考えて、東シモールが独立した時に取り入れるために軍隊作ってみないって
支援してあげるしで、何か作ることしちゃった。でその決定があった時、僕らは信頼醸成会議で意思承知しました。この5年インドネシアって、インドネシアって、ね、あっちも来なかった。これは本当の話なんですよ、とんでもないやつなんですよ形もみたいなヒーローですよ。そうそうそう本当に僕はできると思いました。あんなちっちゃな国の侵略中の国はもうないし、インドネシアがもう、そうそう、だって今も経済ね、ほとんどインドネシア製、当時からそうだったんです実は、ね、だってあんなちっちゃな国がね、軍隊も最初から軍隊持ったらよそっとそっちに取られちゃうわけですよ ね。インドネシアって今はスーパーパワーですけども、そんな余計なことに金つかなくていいじゃないですか。そんな本当にこれは国境が非軍事ができて、これは東モールにとっては完全に国自体が軍隊を持つ必要がない国が初めてできるで、このケースだったらないですよ。日本でもできなかったことを本当にあそこでやるっていう、ね、機会があったんですよね。その時の司令官も僕も、はい。まあ、時間があるなんで、あそこはアフガニスタンなんで、武装解除ですね、あれがやっぱり日本人だからできた面もあるという。あ、それはそうですね、はい、なぜかというと、あれはアメリカの同盟国の占領政策ですから、ね、はいはい、ここにも言いますけど、一連ちっちゃい、プレゼンスで、今でもそうですけどね、ここに PK も入ってませんし、ただの政治ミッションでちっちゃいものですから。でアフガニスタン人は国連を信用してません、全く信用してないですから。信用してるのは NATO とアメリカで、つまり、だから国連信用してないけど NATO とアメリカはちょっとは信用してる、すごい信用してる。あ、そうなんですか。で、それは、ね、インタビューする人にとってはね、あっちもそれなりの答えをするだろうけども、はい、ね、今 IS とか、ね、タリバンとかの攻撃があっても、なんとか国がやっていけるのはやっぱり NATO とアメリカがいるからだっていう人が本音ですから、これ絶対そうですから。これはだからね、そう、アメリカがいることによって、アメリカがいるからタリバンも攻撃するわけですよ。だからアメリカが出てきゃいいじゃない、そういう簡単な話じゃない。でここが、日本におけるアメリカ軍の全て感情の問題なんだよ。だってアメリカがここにいなかったら北朝鮮は核を持つ必要ないよね。だからといってすぐ出てきます。それではアメリカがいないと、韓国でもそういうのがいわゆる右翼の世論を形成してないわけです。アメリカが北朝鮮に侵略されないのはアメリカの軍のおかげであるっていう人が保守を形成してるわけです。日本でもそうでしょ。これどうやって説得しますか。僕は説得したいですよ。だからそういうそろそろでやってる、僕はやってるつもりですよ。だからもう少しこの脅威というものを客観的に見ようっていう話ですね。それはまさかアフガニスタンの話です。アメリカがいるから IS も来るし、アルカイダもいるし、ね、タリバンも外国軍嫌い、十字軍と思ってるから、ね、だけれどもアメリカがいることによってタリバンに制覇されないなっていう考え方もあるわけです。だから多分本音はとにかく今アメリカだって、僕はこれでもね、2009年からタリバンの恩恵派との交渉とか谷本さんに言われて行って現地でやったんですね。で会ってますしね。でできないことはなかったんですけれども、やはりそこの世論なんで、とにかく国連がね、中立の立場でプレゼンスを増して、できるならば軍事監視団も入れて、で NATO が最終的にもアメリカも完全に出てくるというシナリオですよね。で特にパキスタンとの関係が非常に問題ですから、お互い敵対国ですから、国境線がまだデュアルラインというのはまだ確定してないんですよ、国際国際の強化性としてですね。で紛争も起こってますしね。だからあそこにちゃんとした中立の監視の面を入れて、で非合法の人たちが活動しにくいようにするっていう、ね、シナリオをちゃんと持ってたんですよね。党の大統領府とアフガン政府が NATO の代わりに国連が来るのふざけんじゃないよって、ね、
ですね。アフガニスタンに行った時はじゃあ日本政府の派遣で行ったんですね。そうです、政府の要求で、やっぱり何十年も戦争してない国という日本人ということですか。ああ違うんですね。あのあれはじゃないんですか。単なる勘違い。あ、勘違いです。勘違いです。つまりあの結果的に良かったので、我々はアメリカの同盟国でありながら、はい、軍事支配してない。はい、つまりアフガンの地に軍隊を置いてない。それが大きかったです。ああ。でアメリカの同盟国の協力国の中で唯一でしたから。それ。はい、だから信用されたってことがあります。とにかくあの侵略者に対してはそのアメリカに対しては作り笑いはしますけれども、基本的に嫌いですから、うん、だからそれはだから、2014年の地位協定の交渉に戻ってるわけですよね。あのアメリカがアフガニスタンに対してですよ、地位協定で譲歩しなきゃいけなかったんですよ。日本の地位協定と比べたらびっくりしますよ。こんな空気ないですよ、ね、で民間軍事会社業者と言われる人たち、傭兵部隊、傭兵部隊、そういうだけじゃなくて、あのレストラン経営からの基地の中のね、あの新里っていうあれ業者なんですよね、あの沖縄であの女の子ね殺害して、新里って勇者あの元海兵隊ですけどね、あれは業者なんですよ、軍属でもないんですよ。あ、じゃないんですか。違います。日本だけなんですよ、業者が軍属扱いされてる、それ特権を持ってる。他の国では業者というのはアメリカ軍に雇われてる業者なんですから、公民じゃないですよね。だからアメリカ政府は直接的に支配できないということで特権外なんです。でアメリカ日本の法律で裁けたわけです。もちろんですよ、だって独自主義で普通の看護学書き方と同じですから。でアメリカさんの場合はその業者に対してアメリカ軍が使う傭兵会社からね、レストランの経営基地の中でやってるそういう業者も含めて全てアフガンの法律で商標登録しなきゃいけない。そこまで地域協定になってます。全てはアフガン人が管理するということ、そういうところにつながるわけです。確固とした主権意識を持つってのがこういうことなんだね、うん、だからアメリカ軍は今のところねタリバン対策 IS 対策っていって必要必要必要であるけれども、それはあくまでの暫定的なものであって、ね、イエイエイさせてあげてるんだったらダメだけの話なわけ でその精神が地位協定の交渉でちゃんと見える。で武装解除する相手は、まあ、地方地方の軍閥ですか。要するにタリバンとか IS を追い出した連中。あ、IS はその時いませんでした、ね、IS はまだいない、はい、タリバンを追い出してくれた、やっつけてくれた連中を武装解除するという、すごい鼻息荒い連中ですよね。そうです。当時はだから俺たちのおかげでアメリカの敵を倒してやったんだっていう連中ですから。怖くないんですか。アフリカの少年兵みたいなあんな感じじゃなかったですかね。ああ、ちゃんとしたまともな。あ、そうですか。ある意味ある意味正規軍でしたね。でも伊勢崎さんが日本人じゃなかったらどういう態度を取った可能性があるんですかね。多分聞いてくれなかったと思う。聞いてくれなかった。で日本人がそこまで言うんだったら罰金をしよう。で信頼情勢なんですよ。まだ軍閥同士が戦争してましたから、ね、実はやってたんですよ、ね。でそれがあっちが最初の、 1% の武装解除と重火器とか戦車とかの、ね、引き渡しも含めて合意したよっていうことを敵対する軍閥に伝えに行かなきゃいけないんですよね。それが誰が伝えに行くか。アメリカに行ったらこいつアメリカ本当はあっちを強くしたい温度として俺たちを弱体化するんじゃないかみたいな思われるわけでしょ。でそういうふうに思われる心配が分からないになかった。そうなりました。アメリカさんってやるじゃないですか。何か一つを強くしてみたいな。ね。威力でシーア派を強くしたわけですね。それだけのこう日本人に対する信頼というか、何がそうしたの。だから、あの、軍事的プレゼンス。言いたいですけど、はい、単純に軍事的プレゼンスがないということと、で、ほとんどが、ソ連で軍事教育を受けてくれた将軍たちが多かったので、ロシアを、
後ろ戦争でやっつけたそれからアジアでもあえてそういった武者がねアメリカと一緒にやってるけれども友達付き合いしてるけれども我が国にもう置いてないなんていけない国なんだろうみたいな、うん、それはやっぱりアフガニスタンずっと続いてますよね、まあ、あの中東からトルコなんてやっぱりロシアにいじめられてきたからすごいあのソ連ロシアを破った、うん、それまああるんですよ ね、うん、でトルコもご存じのようにすごい親日、はい、そうですね、ですね、うん、でこういう資産があるのにどんどん壊していく首相が現れたから今だったら行きます、うん、行かないですかやばいですかだからその例えば2,3 年前だか、ネタニヤフ大統領200億ドルか出すからって言って、はいはい、IS とね、IS と戦うために戦う国を支援する、あんなに余計なこと言わなくてもいいのに、だって IOD だったらずっとやってたんですよね、日本の中東に対する和平に対する協力ってのはずっと一貫していて、外務省の中でもあの中東関係アラビストってのは非常に優秀な人たちが輩出してましたから、ずっと一貫したんですよね。で今回 のトランプ の、ね、エルサレム宣言の後も一応勝機を取り戻したみたいで、あそうですか、日本の場合あそこだけの評価は河野大臣、河野大臣の意思じゃないと思いますけど、アラビストは優勝なんですよね、あの日本でね。で特にイスラエル、パレスチナ問題に関しては日本は本当に中央外交をずっとやってきて、でどちらの味方をするんじゃなくて本当に開発を通じて平和の価値を創出するということをずっとこだわって一貫してやってきたんですからね、うん、波紋点、まあ、ちょっと飛ぶけども韓国と北朝鮮の軍事境界線で写真写ってましたよね、はい、あれは韓国側から入ってった、もちろんですね北朝鮮今もなんか北朝鮮のなんとか号ってあの船に乗って、あじゃなくて僕あそこ北朝鮮側が入ってたんですよ。違います。あ僕は。あそうですか。ええ、あじゃあ北朝鮮側も入れます。あそう日本自転車も乗って、うん、日本人がやってくるルートっていうので、うん、ヒマラヤの山麓から東南アジア行ってそれから北上して北朝鮮から韓国行って最後。うん朝鮮海峡をシーカヤックで渡るってことをやったんですね、うんうん、北朝鮮を自転車で途中で村があるとダメなんですかね、うん、なんですけどもその時にその反問店にいる将校たちがこうカメラマンがビデオを回してるんですよ、うん、後ろででも全部に答えるんですよ、特に、拉致の問題、核の問題、もう本当にこうなおかつ魅力的なんです。それ何だろうかと思ったら、多分あれはかつて東ヨーロッパとか冷戦時代に留学してたような優秀な連中だと思うんです。本当に魅力的なんですよ。何も隠さないですから。何でもだってカメラ回ってんですよ。で下手なこと言ったら殺されるかもしれないじゃないですか。でも多分やっぱりマニュアルがあるのかもしれないですけどね、うん、こうこって聞かれたらこう答えろっていう、うん、だけどすごい魅力的なんですよ。なるほどね。あ、そうです。一人で行ったんですか。じゃなくて撮影仲間が行って、それで要するに取材で行ったら降りなかった。なんで行ったの。観光で行ったんです。自転車で旅したいです。白頭山まで行って、それでお父さんキム・ジョンイルでしたっけ、の生まれた家なんて嘘なんだけど、本当はロシアで生まれてますね。生まれたことになってるんです。生まれたことになってるんです。それここで育ったとかね、そういう物語を見せたいわけですよね。でついでにでも、まあ、自転車で乗せたけども通訳がいたんですけども、京泉金正日会談の通訳ですよ、僕に着いたのは。あ、そうですか。観光バスに乗ってるんですよ。で村が近づくと「はいダメ」って「乗ってね」って言って、うん、でだから、部分はもう町があると止められちゃうんですね、うんうん、
だけど、まあ、でもどうしても一般家庭も見たいって言ったら、伊藤浩司さんって北朝鮮強い人がいて、その人はそのサハリンからその韓国に、あ、その韓国に生まれたんだけども、サハリンで日本が人がサハリン4万人とか連れてきましたよね。で、実はその1945年に戦争が終わった段階で、サハリンから北朝鮮国交あったけども、ソ連は韓国はないから韓国に帰れないんですよ。で、兄弟のうち一人が北朝鮮なら帰れるっていうので帰っちゃったんですね。その後に弟はこっちに帰った。だから別れ別れになっちゃったんです。で、その家族をこの伊藤さんっていうのが、取材をしていて、でその北朝鮮側にいるお父さんも亡くなっちゃったんですけど、息子たちがいるんですよ。でそこに会わせてくれて、どういう暮らしをしてるか見せてくれて、なおかつビデオレターを作ろうと思ったので、要するにお父さん、あのおじさんに向かって、それで韓国行った時にそこのおじさんを訪ねてビデオを見せたら本当に喜んでくれてね。そういう、あのだからこう無理言えば一般家庭も見せてくれるんですけども、まあ、基本的には人がいるところは、うん、あの監視下に置くっていう旅でしたけども、うん、まああの観光旅行で両側から行けますので、まあ、そうですね、とにかくあの越えちゃいけないから了解ですよね。こうやってね、だからドイツ人でその北朝鮮に行っちゃった、夫婦の旦那が北朝鮮に行っちゃって行き別れになっちゃって、ドイツ人の奥さんが韓国側から入ってこようとしたんだけど、まあ入れないですね。そうなんですね。だからすごくナイーブな場所なんですけども、その時間が中国への対応ですね。あの要するに、あのいきなりすいません。どうしたらいいかって、要するにまず伊沢言ってんのって、我々は敵国だって、国連にとって、っていうことをよく強調されますよね。敵国であって、なおかつ、中国は戦勝国の非常に理事国の、まあ、5つの王様の国の一つであって、はい、なおかつ日本は敵国条項、うん、でも敵国条項って分かってる人います。難しいですね。なかなか難しいですよね、うん、日本は敵なんですね、国連軍。私文化されてませんから、はい、ちょっと残ってますからね、私文化されて、希望的観測でね、日本の右翼も左翼もあの納得、自分たちを納得させる言論が見られるんですけども、外務省もそういうことを、ね、公式には言いませんけどもね、私文化してるんだったらなくなってるはずじゃないですか、うん、ね、法律ってのはそういうものなんですよね。でいつかやばいくなった時にそういうのが出てきて叩かれるって話ですから、別にあのこれ名前だけの問題ではなく、安全保障の問題に直結してまして、あのそれを見るには、あの国連憲章の第8章をもう一度読み返していただきたいっていうことです。であの国連憲章第8章っていうのは、あの国連だけで、つまり安全保障理事会理事国五大大国に地球上 の, あの問題を全て解決する能力はちょっと骨が折れるんで時間もかかるし、ね、いわゆる地域的な取り組みを奨励してるんですね。だからミニ国連作ってもいい、ね、そのミニ国連が地域的なそのところに敵が現れて攻撃した時、それに対して敵対攻撃する時はしてもいいと、ね、だけど安全保障理事会の許可を得なさいって、許可制なんですこれ。でミニ国連作って対処していいんだけど許可制なんですね。で唯一例外があって、その敵が旧敵国である場合は許可なんか必要ないからボコボコにしていいよって。それがどこが我々なわけですね。でよくあの憲法学者の中で皆さんもそうだと思うんですけど、九条が上なのか、国連憲章、つまり国際法が上なのかという不毛な議論をよくする人がいるんですけども、国連憲章が日本の戦争責任をずっと維持させてるんですよ ね。一番武力行使のしにくい国に日本をしてるのは国連憲章なんです、9条じゃないです。
大変申し訳ないですけど、だからどっちが優位とか話じゃなくて、この戦争責任をベースとして国際秩序が専門的にできている、その元締めが国連憲章ですね。で、国連憲章がある限り我々の戦争責任が消えることはない、心配しないでください。夢夢考えないけど、日本が武力行使してこなかったのは救助の姿勢では全くないです。これは 120% 申し上げます。大体国連憲章で武力行使しちゃいけないことになって、戦争しちゃいけないこと、自衛の行為か国連 PKO 的な強制通しか、それしかできない。普通の国でもやらないです戦争は。アメリカが何やってるのか、あれ戦争じゃないですよ、あれは全て自衛戦です、自衛戦です。だからそこが問題なんですけれども、でも戦争はできないです、侵略戦争はできないんですね。でなおかつ我々は、敵国条項で未来永劫我々は保護観察のみなんです。だからそういうふうに、ちょっと安心して我々は本当にアメリカに乗せて、初めて我々は抗戦しないという自由はないんです。アメリカの保護国ですから。だからこの現実を真正面に捉えて、もう右左とか分かれてる暇ないです。主権を取り戻すっていうこと、で平和の主権を取り戻すっていうことでありますね。でここを真正面にしていかないと、本当に開戦の被害国でないアメリカのために我々が被害国になる。ここが戦場になってしまう。よく中国の脅威を煽る人たちはチベットを挙げますよね。それを先住権とか、民族自決権ですか、うん、それとは違うんだということを。それはチベットの人に、チベットの人から見て、僕も僕の大学の先輩で中原さんっていうのね、今焼身自殺抗議してるじゃないですか、はい、あれ活動ずっと一生をかけてやってる素晴らしい人がいるんですけれども、あの人もちゃんと僕の意見を承認してますから。つまり国際法上あれは侵略ではないんです。中国で言うあれは中国っていう国の中の、いわゆる東チモールがインドネシアという枠組みの中で独立しようとしてるじゃないですか。それと、国家主権との摩擦ですよ ね。国家の側はそれを国家の崩壊と言いします。でそれに対抗する民族自決、これは独立の権利、民族自決権の、そこの責任、せめぎ合い、国内問題なんですね。侵略とは違います。2つの主権のどちらかが一つの主権を、ね、侵害するっていうことですね。で大変申し訳ないですが、チベットの国際法的にはチベットには主権はないんです。大変申し訳ないですけど、それはチベットの人にとっては何されても国際法がどうあろうと侵略にしか見えないはずです。でもしかし国際秩序という国際法の中ではそういう感覚は取ってない。大変申し訳ないですけど、ね、だから侵略といわゆる民族自決権の内戦ですね、これを絶対一緒くたりしないようにっていう。それで松崎さんが挙げているのは沖縄と、北海道もアイヌですけども、アイヌは昔やっぱり北海道共和国って70年代の三菱重工爆破事件、犯人たちは、北海道も独立させる、で沖縄も独立させるって言ってて、沖縄の方はかなり現実味があるという。今でもありますよ、僕もこれからあって、だそのためには地位協定を少なくとも解決するように動かないと、沖縄県民を無視してあんな今の状態で言ってたら本当にやられかねないっていう、ですね。少し、僕は、ね、極論として言ってるだけです。で国際社会がこれを民族自決の運動として人権の観点からそういう運動を支援するっていうには条件があります。それは大規模な人権侵害が起こらないとダメです。だから東ティモールの分離独立運動で、例えばカタルーニャ地方の、それとかスコットランドの、あれ同じじゃないでしょ。で平和時の、民族自決と国際社会がこれは紛争と見なす
民族自決と全然違う。そこにやっぱり人権侵害があるかどうかの話なんですよ ね。沖縄はそこまでいかないでしょう。でもしかし平和時の独立を要求するのは僕すごくいいことだと思います。独立ができないとしても独立がこの辺の目標だとしたらこの辺の目標は交渉できるかもしれない、ね、でそれはより大きな自決権、ね、日米地位協定に沖縄もかまそるぐらいのことは十分言えると思いますね。あの非常に近いのはイタリアがそうなんですね。で国と国との協定じゃないですか、ね、そこに地方公共基地を置く地方公共団体がなきゃいけないっていうふうな仕組みがあってるんですよ。イタリアの日あ米地位協定補足協定ですけどね。そのぐらいのことできるはずでしょ、ねね、だからそこは最初から目指さないで止めるぞって言っといてこう、ね、交渉日本政府ビビらしたらいいと思うんですね。でもこれは関係しないでほしいんですけど、いわゆる東ティモールとかああいうところの独立運動にはならない。どう考えてもあの内戦が遅れたらちょっと考えられないんで、まだですね名護市でね負けちゃうぐらいです。たまんね、ごめんなさいね。それはそうとして。で、あの伊勢崎さんの考えで面白いのは、まあ、尖閣の問題とか、まあ、南シナ海、東シナ海の問題が。まあ、もちろん北方領土の問題があって、まあ、国境を線で捉えなくて面で捉えるという、そういう考え方はね、やっぱりあの昔からあるんですよね。それがあの共同開発とか共同統治っていう概念ですね。あれ誰でしたっけ、あの国際連盟の時に、ほら稲部さん、稲部採決あの銅像が立ってる北海道出身の、ね、あの事務次長だったの、ね、でヨーロッパでも日本人がねスーパースターみたいな時期があったんですよ ね。で国境問題を極めて、国境線の確定ってことじゃなくて共同管理とか共同開発っていうのに基づいて、だ国境だって別にね考えてみればねおかしいじゃないですか。あのね、面で捉えればいいじゃないですかね。あ、実際別に線が引いてあるわけじゃないしみたいなね。北方領土でもあのペレストロイカの頃、ソ連がもうガタガタになってる頃に、まあ、共同あのもう全部国立公園で北方諸島をねあのしちゃって共同で管理しようっていう案もあったわけですね、それがもう無理ですよね。もうあんなインフラが進んだ状態で、まあ、日米地球であるだけで無理でしょうね、だってあの日米地位協定をご存知のようにこれも日本だけですけれども全土基地方式っていうのがあるんですね。つまり今米軍基地がありますけれども、それ以外のところでもアメリカ軍が望めばそれが必要で軍事を必要とあればどこでも基地を作れるわけですよね。今国境が確定してないから北方領土で作られないだけの話であって、確定しちゃったら作れるわけです、国境すぐそばに。それをロシアがずっと言ってるわけです、プーチンが、ね、結局アメリカでしょって言って、プーチンが正しいんですね。申し訳ないんですけどこの辺は日本だけですから、あの地位協定は数とあれど、ね、全土基地方式をあのアメリカに許してるのは日本だけですから。それで、まあ、北朝鮮に関して言えば伊勢崎さんの考え方はやっぱりあの将軍様をやっつけてもしょうがない、むしろその後は怖いっていう。あ、誰も考えてないですね、まともな軍事関係だったら、ね、あのトランプは知りませんよ。ね、やっぱりあの軍事の専門家ってちゃんとコストとリスクを考えて一応研究してますからね。ね、変なやつもいますけど、時々軍事関係者の軍事の中にはね。基本的にそれが基本姿勢ですね、あの軍事という専門分野ですね。これをどうするかって話は多分あの 100% 言えるのは、圧力によって制裁によって北朝鮮の核開発の意思をくじくことはできません。でもこれは未来永劫できないと思います。なぜかというと、そう言ってるアメリカ自体が理由なわけだから、これ無理ですね。じゃあこれをどうするかって話っていうのは、あの一歩一歩やっていくしかないです。でまず最初できるのは、少なくともアメリカから国連の帽子を取るぐらいは始められるかもしれません、僕らが生きてる間に。
でアメリカが国連の防衛を取って、つまりアメリカはね、俺が自分のためにあそこにいるわけじゃないと言いたいがために帽子かぶってるわけで、その口実を許さないっていうこと。で、安保理でこの問題、朝鮮国連軍の問題を再審議するっていう動議を誰がかけるかです。アメリカ自身はかけません。ね、で、多分常任理事国は無理でしょう。力の関係があるからね。で、多分、北朝鮮と国交のある北欧諸国がいると思います。ドイツももしかしたらいいかもしれません。モンゴルみたいに小さな国は仲良くてもダメなんですか。やっぱりヨーロッパですね。ね、で、少しこれは北東アジアの話だから、少し中立的に見えるじゃないですか、ヨーロッパの人は。で、北朝鮮と国交のある国、いくらでもありますから、ヨーロッパの国ですね。でそういう国を中心として国連安保理に動議をかけてきて、これおかしいだろうみたいな、ね、ちょっとみたいな感じですね。でそこから始めるという手がありますよね。それと次、これは多分僕らが生きている間に無理だと思いますね。で少なくともアメリカが全部出てきてはいけないけれども、少なくとも中国ぐらいは、まあ、土俵があって、ね、土俵の仕切り線に北朝鮮と韓国が見合えるようなね、つまり通常戦で殺し合えるような構造に持っていけないわけです。で中国は今のところ北朝鮮に人民解放軍置いてませんから、だから土俵に片足入れてるような感じですよね。それと同じことはアメリカもするということです。ちょっと引くってことですね。そうすると日本になっちゃう。そこまだもでもそうやって次に21事業手をやりながら段階的に立て米軍今の地域予定がある限り、我々が抱えている国境問題の解決は未来永劫ありません。だって相手側の立場にとって我々は交渉相手に見えますか。アメリカが交渉、もしかして見えないはずなんです。全土地域で全部基地方式の地域で持ってるわけですから、ね、敵国ですよね。だからこれはそうやって、だからこれを一つ一つ変えていく。だから一回で終わらないでしょうね。でもロードマップは明確です。それをやるしかダメだね。ね。でそれで、北朝鮮が諦めてくれるか保証はありません。でもしかし一番大きな動機であるアメリカのプレゼンスを段階的になくしていくっていう工夫をしないとこの問題は全然絶対ダメですね。日本からも引いていくってことですか。日本から引かせるにはまず北朝鮮から、はい、朝鮮半島が引かせないと、で一時的に我々が多くなっちゃうかもしれない。そこが苦しいですけどね。だから同時に北朝鮮地域予定の問題を、だから今言ってるのは韓国も同じ問題を抱えてるわけです。韓国もアメリカいなきゃ侵略されるっていう人が、保守で、そんなことはないっていう人がリベラル でもっと色濃く分かれちゃってるわけですよ。これはね、本当に感情的にですね。だからでも地位協定って問題おかしいねって、これ、いろんな地位協定が変わってるのに韓国と日本だけ変わってないっていうのはね、多分今日韓協力が必要な時期だと思います ね。で同時にアメリカにプレッシャーをかけていくっていう、で開戦の直接の被害国でないアメリカがなぜ居座るのかっていう、根本的に日韓協力でやっていくしかないですね。で日本の場合は特に本土は動きません。沖縄の問題になっちゃってるから。で沖縄も沖縄が沖縄だけが主張してる限り、そんなに補助金いってんだから文句言えないよっていう人がいっぱいいるわけだからダメなんですよ。だから誰も動かなかったわけですよね。だから今言ってるのはとにかく日本のその基地反対の運動を地位協定の改定正常化の運動に、気持ち分かるけれどもそこに重点を置いてほしい。で一人じゃ絶対沖縄だけでできないから、これ無理だからね、日韓協力してほしいということですね。今の政権じゃ無理なんですね。無理、ちょっと無理ですね。その意味でも やりたいんですけど、倒さなきゃ、いいのかな、こんな発言し別に安倍支持者で言うわけでしょ。いっぱいいます。若者ほど支持者ですから。ああ若者支持者、むさびの学生のもう半分以上かなですね。だからこういうことはなかなか大学の教員として言いにくい。僕は外大ではこういうこと言わないようにしてるんですけれども、反安倍に取り込まれて見えない問題も出てきちゃうんですね。でやっぱり悪魔化ったら良くないです。
ね、でとにかく言いたいのは、あの独裁者って本当に独裁者を知ってから独裁者って言葉使いましょう、ね、まだ日本主義、日本は民主主義が機能してます、これを独裁政権って言ったらね、本当に独裁政権下でね苦しんでる人たちに申し訳ないですよ。だ簡単にね、独裁体制なんて簡単に言っちゃいけませんよ ね、それ民主主義を自ら放棄することになりますんで、だから過度の悪魔化はいけませんで、通常の民主的な手続きによっていけないことところを直し、もしかしたら安倍政権反対安保法制ってことで話が長くなっちゃうけど、それほどねやばいもんじゃないですかね、何もできないみたいな、あんなとこだとね基本的にね、だって日本が戦後一番違憲行為をやったのは自衛隊派遣ということで、民主党政権ですからね。その今民主党政権がそれ何も反省せずに立憲民主党っていう名前かけて変えて何か言ってますけれどもね、それはだから僕はそういう発言もしていきたい、じゃないと本質が見えない、これずっと繰り返してきたわけですから、戦後70年だ。僕も今立憲民主党を一応応援してしたいと思うんだけど、だから2回土下座してほしい。一つはその派遣したことと、もう一つはあの津波原発の事故の時に要するに隠したことですよね。あれはひどいですよね。あれは絶対許さない。あれのために選挙を棄権した人いっぱいいますからね、うん、立憲民主党は他のことはいいけどあれだけは許せないとその2つですね。だから反省しろって言って、なかなか運動をね分断するのかっていう、そうではなくて応援してるわけですよ ね、でやっぱり健全な国際法と矛盾のない共闘の理論をちゃんと作って、それで一致団結すればいいのってなって、だって今安倍政権が自衛隊合憲つって、立憲民主も自衛隊合憲つって、共産党にあたってはしばらく合憲みたいなつってみんな言ってること同じじゃないですか。で合憲にすることによって国際法の矛盾だって、戦力なのに戦力じゃないって、だって国際法は戦力って見なすわけですよ、戦力としての法体系が持っているものとして見なすわけ。それで事故が起こったらどうしますか。海外でですよ、国際法的にしますこれね。だから合憲じゃないんで、どう考えても国際法から見たら自衛隊は合憲じゃないです、日本の憲法と矛盾するわけです。それ今与野党全部合憲って言ってるんですよ。どうしたらいいんですか。僕は実務家ですから、あくまでも南スーダンでもし事故が起こったらどうするのかってそういうふうに考えます。今ジブチで自衛隊が起こったらどうするんですか。我々は どんな外交的なクライシスをね、裁く方がない、考えられます。これ軍法がないで、明日アメリカがねアメリカの軍法廃止でも日米地位協定ってそのままって言ったらどうしますか。それと同じ状態なんです。今ジブチで我々でしょこれでこの問題はもうね、事故は今起きます。だって落ちたじゃないですか自衛隊機が。オスプレイはもっと頻繁に落ちますし、一番落ちないのは北朝鮮の飛行隊、飛行隊だけど、ロシアの飛行機も落ちない。整備がいいですから、必死な整備するんで、落ちない飛行機は、落ちやすい、壊れやすい飛行機は。あと IT を使ってるやつは、壊れにくいけど壊れたらおしまいですから、そうでしょうね、ロシアのはそういうの使ってないから、うん、壊れやすいけど自分たちで直せる。直せるってね。で時間が過ぎちゃった、はい、どうも9時ですね。9時ありがとうございました。どうもありがとうございました。で、時間になったので本当は質疑応答もあった方がいいんですけど時間の関係でそうだったんですか。あ、そうだったんですか。すいませんでした、喋りすぎたんです。まあいろいろ外部大学で言えないことをむさびで言ってくれた結構あるということで、で来週も、来週月火水って講座があります。月曜日は、ま、こことこの今日の話題とは全く違う、サバイバルですけども、サバイバル登山、というのや悟り文章
で彼は今横浜に住んでアーバンサバイバル、都市での、サバイバル、都市で狩猟生活をしようというのをやってますけども、で、火曜日水曜日は私が講師で、主に直北の映像ですね、を見て、多分火曜か水曜どっちかが、グレジャーニーの映像を見て、それを解説する。もう一回僕が撮ってきた